チキンになるから、なんかメモで売ってや。え？メモで売ってや。今日シュウ君の誕生日やね。うん。おめでとう。めちゃくちゃ辛い。はいはいはい。なんで急に？え？いや、海苔や海苔。あ、これで？あ、これで？あ、確かにママやったら言えるな。マジで言ったろか。え、今日のテーマは？ラムネ。気まぐれ配信。マジで？親子配信する？来てほしいね。どうですか、皆さん。どうですか。ママさんもこっちを来てやってさ。だって、なんかこの唐揚げめっちゃ、ANGB って何？どこに入ってんの？どこに書いてんの？これ。これこれこれ。ANGB。何それ？ANGB、あのさえちゃんのブランドのやつ。あ、そうなんや。うん。え、店舗があるん？あんねん。店舗っていうか、あ、そう、今でも大阪でね、あれしてるんですよね。何やったっけ？あれ。何やったっけ？期間限定で開いてる。へぇ。さえちゃん美人よな。いや、ほんまに美人さん。綺麗やわ。チョコの唐揚げなんか絡まって。うん、2個食べてきた。あ、そうなん。もう手づかみし、もぐもぐ配信だと。うん。あ、先生、ポップアップ。なんかあれやな、なんかゆうちゃん推しの人でもやっぱり他のメンバーの情報って分かるもんやねんな。うん、うん、私しか興味なかったら分からへんやろな。うん、まあ、ゆうちゃんのこと以外分かんないからさ。うん、ということは、ゆうちゃんしか、ま、しか興味ないみたいな。うん、それでいいよ。それでいいんやね。うん、本来ならそうだよね。うわ、ゆうちゃん来たー。ママが来てくれた。ゆうちゃん、ドアがビシッシュ。かわいいね。どこしたのか。邪魔。あ、サキが。サキ、おいで。よ、出てこへん。あんたは唐揚げ目当てやろ。ええ匂いするか、するわみたいな。ゆうちゃんに情報しかほぼ知らん。笑い。ん？誰が？あの人が？うん。うん。美味しいせんかったらいいよね、別に。うん。うん。そうやね。それされたらちょっと傷つく。傷つく。ゆうちゃん傷つくことあるん？何に対して？活動してて。全然あるよ。どう、例えばゆうちゃんでさ、いつもさ、全然ありますよね。わかりやすいよな、私。強気やんか。あ、見た目ね。見た目とか、うん、態度とか、うん、強気やんか。何も出さへんの。だから、あ、平気なんやって、思われるよ。嫌やねん、それが。大人にそうやって思われるのあんまり良くないなと思って、うん、めちゃめちゃわがまま言ってて。わがままと強気はちょっと違うと思うけど。わがままっていうか、ちゃんと、うん、じゃあもし、うん、このカップリングに入れませんでした、うん、それをなんか、いや入れへんかった、なんで入らへんかったやろって自分で抑えるんじゃなくて、うん、大人の人に言う、理由を聞く、じゃないと分からへんよ、うん、まあまあまあ、それはいいことやな、うん、わがままではちゃうか、わがままちゃうな、わがままではないけど、ただ言っていい、うん、
まあまあ多分ファンの人からも他のそのファンの人からも、うん、ゆいちゃんは絶対強いとかって、うん、ちょっとじゃあちょっとじゃあの答えへんっていうふうに絶対思われとると思うね、うん、そばにおるママだってなたまにそういうとこあんねん、うん、あ強いなゆいちゃんみたいな、うん、あんねんけどでもゆいちゃんは素直じゃないから出されへんわけやんか、うん、そう簡単にでも出せるところが公園とかやと思うねん意味わかる公園とか、うん、なんか例えば YNN とか、うん、そういう出せる場所やと思うねんだからそういうところで悔しかったない普通に泣いて言うと思うねんでゆいちゃん泣く姿見られたくないんか知らんけどさ顔いつも隠すやんこうやって、うん、それが嫌やんそんなことなくないあるわめちゃめちゃ泣いてるやんあるわめっちゃ泣いてんねん泣いてんねんけど隠すやんこうやってみんなやみたいな、うん、みんなやと思ってるんやったら私もう後ろ向いてずっと泣いてんでいやそうやけどでもなんかすごいいやもうでも泣き顔見せてって思うもん嫌や泣き顔不細工やから嫌やんそんなことないよいやいやそんなことないよ確かに隠すこと多いねやってさそうやねんショールームでめっちゃ泣いてるやんな顔面出し泣いてんで顔面出してってどういうことそれどういうこと顔出し泣いてんじゃんほんまにこの時もあるけどそう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 あ映えてる泣き顔映えてるっていう時だけ見せるのそうそうそう私に今日の泣き顔素敵ってか綺麗に映ってるっていう時だけそれってずっと泣いてるわえそれってずっと泣いてるわそういう時だけあの見せるもんなやなやどんだけ泣くねんこいつって思われるの見えもんまあまあ泣きすぎてもなあれやけどまあまあ普段そうやってな強気のゆいちゃんが泣くってことは、うん、感動すんねんよ、うん、うわあのユーミンが泣いてるわって明日あら台風来るんじゃん。はい毎日吹いてるわそうやったら。ってなるやん。うん。せやねん大人になって涙もろくなるわな。な。そうやねん。でも何歳ねお前。何歳だよこれおばはん。誰ママに言われたくないよ。20も離れてる人に。ああ。永遠に17歳から。なんで？何？もう忘れちゃったよ。大人になったら涙もろくなる。あ、そう、二十歳になってからめっちゃもろくなった。あ、もろくなった？うん、めっちゃくちゃ。なんで？何に対して？涙腺がもう緩みまくって。どういう時に？だからメンバーが泣いてる姿を見てると、うん、もらい泣きしたくなる。マジで？なんで？なんでなん？分からん。親心なんやろな、だって。だからファンの人が、うん、誰やったっけな？誰やったっけな？最近あゆきちゃんの生誕祭の時かえじゃあ生誕祭卒業の時かな公演ゆきちゃんのファンの人が泣いててそれ見てめっちゃもらい泣きっていうかえちょっと待ってになんて言った何が弱くなるって言ったなんて言ったっけ涙腺涙腺って言った涙腺涙腺うんなんでするねファンの人の涙でもあ、ゆきちゃん生誕祭ゆきちゃんの卒業公演、うん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 、とか、まあ、ゆきちゃんの公演はあれやろうなあ、まあ、まあ卒業っていうのはあるけど何やったっけ、うん、なんか違うねんなんかそれじゃないねんなあでもさなんかレオパージュやったっけ、うん、であのキャプテンのはるちゃん、うんうん、泣いてる姿見て、うん、苦しんでほしくないって、うん、めっちゃええ子やんって思ったええ子やにゃんち。なんで言うな。なんで言うな。でも辛かった。なんか、うん、今まで、うん、後輩そういう役割がなかったやん。ほぼ先輩が引っ張ってみたいな、うんうんうん、それをついていくっていう感じやってんけど、いざ自分が副キャプテンになってみて、すごいこんなにも背負わなあかんねんやって。自分を犠牲にしてまで、ポジションの当て込みとかもいろいろ言われるやん、うん、キャプテンと副キャプテンなんて特に何があったとしても絶対言われるからさ、うんうんうん、言われることもしゃあないなってめっちゃ思うね、うんうん、もうメンバーのためやったら全然もう言われるのもしょうがないなと思っててんけど、うん、なんか、まあ、チームのさパフォーマンスがさ、うん、よくなかったらさもうとりあえずキャプテンになんかさ言う人は言うやんか、うんうん、どうなってんの、うんうん、とか、うんうんうん、そう言われるのがすごい辛くて、うんうんうん、最初の方は1名のそんなことなかったんけど、うん、
まあ、スタッフさんからとか、うん、その良くなかった時に、うん、こうやって言われたりした時があって、うん、まあ、すごい辛いなと思っててんけど、うん、まあ、チームのが大好きやったから、まあ、言われるのしょうがないなと思って、まあ、いざはるちゃんがなグループ A の、 そのリーダーになった時にもうすごい抱え込んでてん、うん、それはもう裏でもすごい言わへん子やねんけど、なんかそれをなんか、あ、私と一緒やなっていう、かぶっちゃってんや、そう、それを背負わすのもなんかこっちもこっちですごい辛いし、どうしてあげたらいいんやろ、でもその悩むっていうのも必要やと思うし、そうなかなかなんかなんやろうな、なんか難しかったよな。副キャプテンとかやったらさ、リーダーやったりしたらさ、うん、全部できるけどさ、うん、全部やったらあかんわけやんか、うんうん、そうやから、それがなんかちょっと難しかったなっていうのがあった、うん、あれ画面暗い？分からん、動いてんでこっち、いかんわけ、確かに10年近く活動してきていろんな悔しい思いしている、うん、ゆうちゃんやからこそ、あの感情は理解できるんやろうな、うん、うん、なんかさ、最近さ、なんかあるなんか、まあまあインスタ見とってさ、うん、何やったっけな、え、なんて言っとったっけな、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、見るわでこれちょっと感動したなって思うやつがあってん、今日聞いて、今日メイクする前にさ、おいおいこうやってマッサージしてたん、うん、そしたらさ、鼻血出たん、鼻血出たん、先に言わんといてやなんかスーンって鼻血出てさ、そんな量多くなくて、うん、そう普通にマッサージしただけでなったから、みんな気をつけてね、優しくマッサージしてあげるんだよ、うん、それさ、うん、大丈夫なん、何が、鼻血、うん、大丈夫、あ、これこれこれ、暑かったよね、それお風呂入ってたから、あ、そうなん、どう見て、朝風呂してた、自分の感情をコントロールできるために必要な考え方は、考え方や行動は何だと思いますかっていうのがあんねん、うん、それに対しての答えがな、感情のコントロールができないのは頑張りすぎてるからだと思います、まさにそれやなと思った、うん、はいはいはい、あ、なるほどって、頑張りすぎてるから、うん、こう思いが大きくなって自分ではこう制御できない、爆発するやん、それこうゆうちゃんやんと思ったわそう、いつか爆発するからな、それで、え、あ、ま、ゆうちゃん爆発するとどうするの、どうなるの、うわー、いくらあってん公園で、ママに電話してん、いつ、めっちゃ前、だいぶ前やろ、うん、15歳前じゃん、え、全然その先じゃない、多分その時、え、違うで、え、いつ、19とか、え、あってん、マジで、どんな内容やったっけ、アイドルの焼けの決めるんですけど、どんな内容で、なんでやったっけ、なんでやったっけ、なんでやったっけ、とりあえずもう泣きまくる、うわー、もう暴れ出すね、どこで、劇場で最悪や、そこらへん、あのどっかの穴開いとうってお前じゃやろな、何がどっかの劇場の穴開いとうとか言われとったやんが、ゆうちゃんちゃうんって言われとったやん、何、あ、開いてたっけ、あ、壁が、壁に穴開いとうって、あれゆうちゃんちゃうんって言われとったやん、昔劇場の MC で、ゆうちゃんちゃうちゃうって、私ちゃうからって言うとったやん、覚えてるよね、ねえ、覚えてない、そんな内容、なんかそんな MC しとったやん、してたっけ、うん、ほんまに開けてない、開けてない、開けてない、アイリちゃんが、あーアイリちゃんな、アイリちゃん何でもかんでも言うから、もう話持って、劇場がボロいって話をした時に、うん、なんかどっか穴開いてんねんな、あれゆうちゃんちゃうみたいな話だったやん、全部私のせいにするから、ほんま、めっちゃおもろいお前それはいいねん別にあ、でも一回な、握手会の終わりかな、うん、うち電話かかってきたわ、ゆうちゃん多分なんか選抜の発表のなんかな、なんかやと思う、なぎっちゃう、なぎっちちゃう、え、そら知らん、うん、多分握手会条約に多分なぎって、それは分からへんけど、帰りに、うん、え、めめえ、どうしたん、今どこおるん、バスん中そうなん、全然覚えてない、うん、バスん中、バスん中で喋ってたん、そう、周りおんのにさ、うん、バスん中どうしたんや、うんみたいな言えよ、早え、辛いんやな、でどうしたん、うん、って
なんかあった言うてみーたらな、うんうん、泣いとうねん電話の向こうで、うん、バスの中でな全然覚えてないわみたいな、泣いてる泣いてるやばいめっちゃ子供やん泣き方。いやな、バスなんかみんながおんのにこうママにわざわざ電話してこられへんかったこ、ね、らえられへん泣き出すってのやっぱよっぽどやなと思ってんや。いやね、そんな時期あったんや。あったよお前、10代のもう女の毛で、ね、忘れちゃった。いやすごいな。だいぶこらえてたよな。うん、なあおもろいわせやで、もうさ昔話やから言えることやけどさ、うん、でも今はない。爆発する前にマネージャーとか止めてくるから言うに大丈夫爆発する前に言ってやって言われた。うん、頑張りすぎてんねん言うじゃん。頑張りすぎてんの？私もママもそう思うもん。頑張りすぎてる？真面目すぎんねん。あ、真面目に考えちゃうってこと？うん、そう。もう後から考えたらなんであんなことを真剣に悩んどったんやろうって思うときあるやん人間って、うん、だからそこはなんでそうなるかっていうと容量が悪いってことやねん。わかる？容量が悪いねん、うん、なんていうかな、あのな、いい風に言えばもう自分が傷つかへん方法を見つけれるっていうのが一番の容量に良さだと思う。まあな、うん、でも自分が傷つかんかったら多分誰かが傷つくねんっていう思いやるがあるから自分が傷つくことを選んでまうねん、ゆうちゃんは。うん、えんちゃん、もう誰かに傷つけてもらう？はい、はるちゃん、お願いしますやば、先輩、先輩ってなるわ。先輩、お願いしますよいや、でも私のママのしんどい時あるやん、うん、心の中では本心で思ってないで、うん、思ってないけど口に出すことですごい楽になるなって思ったのが、うん、もう私がしんどい思いをするんやったらあなたがしんどい思いしてって言ってるもん。なんでその人に言ってんの？うんうん、言うたら一緒に仕事してんねんからあなたも私の分までしんどい思いしてよと、あなたがしんどい思いして私楽になるからっていう、うん、でもそれ口で言ってるだけやねん。ああね、うん、ただそれは遠回しの訴えやねん、うん、それに気づいてくれるかどうか。そうやな、どうだよな、人間の思考なんて分からんから。ママが深い話してるのに唐揚げめっちゃ食べるやん、ね、ほんまな、ほんまそれ、うん、聞いてんねちゃんと食べながら、うん、りんちゃんが可愛い見てる。ダメよこれ、唐揚げはいろいろニンニクとか入ってると思うから。ダメよ、ダメダメ。そうそうそう、りん寒いんかなってずっと触れてんじゃん。おばあちゃん、おばあちゃん言うな。そうだからしんどいと思う時って自分あんなしんどいなとか自分が傷ついたなって思う時って、うん、あの誰かを傷つけないように自分が代わりに傷ついてあげてんねんやっていう風に気づいた方がいいわ、うんうん、それに気づかんかったらな、あなんで私だけみたいな被害妄想になるから。わかる？わお、私誰かのために代わりに傷ついてあげてんねん、私めっちゃええ人やんって思った方がいいと思うっていう感じでな、思ってた方が楽になると思うんだよ自分のこと可愛がるし、うん、あ、分かった、じゃあ私頑張るから、今回頑張るから自分にご褒美で何を何々をしようとか、うん、どうしようっていう風にポジティブに、そこがポジティブに考えたらいいと思うね、うん、仕事する上でしんどいと思うからさ、みんな。そう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 、わお、抱き送ってきた。わお、わお。めちゃおもろい。なるほど、聞いてる。そう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 。まあまあ人間すぐには変えられへんからな。変えられへんけど、そういうふうに思っている方が変えられる。今なら相談受け付けます。一件なんぼ？ゆうちゃんのショールームに限りもいいよ。なぎやってこんにちは、なぎさちゃんこれって書いてこれって書いてなんか明日から暖かくなりそうやな。
知らんけど。なるんかな。いつもこのくれの繰り返しじゃない。なあ、雨降ったら次の日は寒くなるか暖かくなるかどっちかって思ってるからさ。うん、ゆいちゃんの年なら人間変えられるけど、年いくと変えられない。どうなんですか。そうやで。そうなん。変えられへんっていうか。変えれなくなる。難しいなこれ。あ、だから前いろいろ経験してるからじゃないの、それは。前言ってん、大人になると本音が言えなくなるとか。あ、言ってた。大人になると泣きたい時に泣けなくなるっていう、そういうとこやと思うね。だから子供のうちは、若いうちは泣きたい時は泣いて、わがまま言う時はいっぱいわがまま言って。それちょっと違うかも。違う。かわいい方のわがままの。まあまあまあ、そうやんな。ご飯行こうとか、ママご飯行こう、イコールおごって。私お金ないねんやろ。そう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 、それ。いいと思うで。年取ると頑固になるからね。そうやね。やばいやん、今私も頑固やねん、もっと頑固になるやん。そうやねん。だからゆいちゃん直した方がいいで。なんでこんな頑固になってんの。ママのせいやわ。なんで。ママはギャー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 言うから、うん、なんでクソババーみたいな感じでさ、ちょっとかなってるやん。そこはなまま反省やなと思うけど。なるほど。ママに怒られすぎて、あ、何も言えなくなったってこと。そうそうそう、自分の中で抱えとし込んでしまってみたいな感じもあるし、やっぱり理不尽さを、やっぱ真面目すぎんねん、あんだわ。理不尽さを目の当たりにすると、なんでなんでって正直な子やから、なんでってやってまうやん。だからそこでなんでって思うことに関して、大人がいやこうこうこうだからって納得するような理由を説明してくれたら、ここまでならんかったかもしれない。なな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 、うまかいや、なっとったかもしれんけどな。まあまあ、それは分からへんけど、まあ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 、そういうのもあるかもしれんな。だから申し訳ないなって、早よ出て、早よ自立してって。いや言って、今言葉書いて、早よ出て、早よ出て、早よ出て、出て。そうそうそう。インちゃん、はい、匂いだけ嗅ぐか。かわいい。そうです、親子会議中です、ミーティング中。触らんといてって。このままでいいやって、ゆうちゃん。そうなん。うん、パチ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 、かわいい、かわいい、かわいいな、みんちゃんかわいい。何のおやつ食べてるの。唐揚げ。おやつ唐揚げ。なあ、中川さん元気なん。あのヒロリン、あー、うん、元気。もう唐揚げっていう単語を見るたびにな、うん、あのヒロリン思い出すねんけど。あね。確かに唐揚げ好きやったもんな。うん、逆にヒロリン、あの、そのからあげちゃんのネーミングを拾ってからあげ屋さんやってもよかったんじゃん。おもろいな。どんだけからあげ好きやねん。な、久々に来たけど、ゆいちゃんかわいい。あ、そうや、見た、ママもペヤング見た。え、面白かった。何が面白かった。え、ゆいちゃんのところがリアクションが、あ、リアクションね。なんか一番最初吸うやん。激辛の、激辛の麺吸う、吸うやん。あ、吸うね。うん、ダンサブルの動画見た人、はいはい、ハーター、何。おー、面白いね、ゆいちゃん。あのコメントも、うん、ゆいちゃんの評判が良かって嬉しかったわ。うん、うん、嬉しい。おもろいな。なんでいつの間にそんな面白い技術を身につけたの。うん、ワインにそのおかげ。あ、マジか。あれやん、ダンサブルのビリビリを始めてから。あ、ほら、さっきその時だけこっち来て、うん、かわいいな、うん、かわいいな、ダメよ、ないよ。
こういう時だけランキちゃん。めっちゃ来てる。唐揚げにすられるなんたらはほんまに。かわいい、巨大って。あげない。言わない。さっきが。さっきがめったに来へんのになあ、ママにも触られへんのに。でも最近ほんま冷たいよな。犬ってなんでこんな冷たくなんの、年取ったら。大丈夫毛すごない。ちゃうね、なんかな、なんかな、ま、さっきってママの歩く前をなずっとおんねんよ、うん、知らんけど。ほんでそこでつまずいたり踏みそうになった時あってさ、うろ先とかって何回か怒ってん。多分それで怖かったね。それはかわいそうすぎる。だははは。もうほんまに先ってね、うん、人の邪魔しかしないねん。その言い方は語弊やん。違う、ほんまに。どういうことで？え、だからそれ先言ったやつもだし、うん、他は？うん、ないやんけ。いやほんまに人の邪魔しかしいひんねん。そんなもんないわ。マジそうちゃうわ。マジそうやって。そんなことありません。そんなことあります。昨日さ、ゆうちゃん困ってほしいと思うやろ。兄さん、あれだけやめてって言ったらな、でなれんねん。こういう時でっかよ、ほらおばはんって思われたわけ。だからモモデンのオンラインやってん。うん、言ってたな。勝ったで。勝ったん。もう一回も負けたくない。うん、一回も負けたくない。負けたらやめるわよ、モモデン。負けてたよ。何が？うん、近重さんの時、二人でやった時、二人でやった時、ゆうちゃん、ゆうちゃんには勝ったやん。そっち？そっちやん。コンピューターなんかあれに入らへんって。人間とやるときよ。もうゲーム、モーデンだけめっちゃ負けず嫌いよな。そうやね。いや、あのな、アイスクライマーもそう。何アイスクライマー？知らんやろな、ゆうちゃん。アイスクライマーしてる人手あげて。なんか Wi-Fi が遅いから。ほらほらほら、はーい。あの瓦礫があんねん、うん、2人が 1P2P ってあって、うん、ねえだっけ、こう瓦礫があんねん、アイスの、うんうん、そこをガンガンガンって壊して上の頂上までたどり着かなあかんねんけど、2人が協力して上に行くんやったらいけんねんけど、うん、もうな、1人が裏切ったら1人が置いてかれんねん、うん、で死ぬねん。そうなんや。面白そう。そう、めっちゃおもろい。あんで、ファミコン。そうなん。そのためにママ買ったもん。あ、なんか買ってたな。そう、ちっちゃいファミコンを。そう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 。そう、昔。何世代これ？え？世代？世代や。多分今の子知らんけど。うん、でも、あ、今は販売されても絶対に受けるゲームやと思うわ。マジで。先の毛が。そう、人間性出るわこれ。めっちゃほんまに置いてくれよこらーとか言って。って口悪くなるやん。そう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 。人気あるんでこっち。面白い。りんちゃん、さきちゃん見て、手しっぽ振らないの、こちょいじゃ。はい、さきおいで。おいで。おいで。めっちゃおもろいな。なんか、モモデン大会ってないかな。かわいいな。公式で。なあ。なあ。かわいい。モモデン大会。の。ほんまかいや。ちょっとあのあれでやってよ、ダンサブルで。できるかわからへんけど。やってほしいわ。痛い。なあ、思わへん。かわいい、リン、かわいい。思わへん。なあ。うん、そうやな。さあ、マネージャーさんに聞いとって。めっちゃ優勝した子にはなんか言う、なんかプレゼントみたいな。なんかに賞金、賞金じゃない、商品みたいな。かわいい。聞いてる？聞いてる？確かにモモデンなんだ。ずっと桃鉄って言ってた。あ、ほんまや。桃太郎電鉄やろ。桃鉄やな。
モーデン、ママずっとモーデンって言ってモーデンって言ってんな、うん、ほらママ触りすぎや、ずっと尻尾振ってんのそれでも、まあ、リンちゃん元気だね、あ、噛もうとしないの、お前優勝したとママの対決やって、絶対なクソガキには負けへん、クラゲンしんひんやろな、絶対せえへんこれが大人の汚さよみたいな歯を噛むんか、ほら噛み噛め優勝者には唐揚げを差し上げます、うん、いらん、もうこれ以上唐揚げは今はやろ、うん、フライドポテトあげますあ、それは食べたい、うん、そうやな、昔モモデン言うとったな、うん、うんって何よ、知らんやろ、うん、昔知らんやろなんか遊び場行きたいな、リンたちの遊び場って何、の犬の遊び場、あ、遊ばへんね、この子ら前ドッグラン連れてたけど、うん、全然走らへん、マジで、うん、あれさっきも、うん、マジで全然走らへんママがベンツ張って、はい、ドッグラン行けって、うん、な、うわって話してます、うん、ずっとママの前でママが走ってもそう、さっき行かへんねんや、リンは行かへんけどさ、かろうじてさっきぐらいは来たけど、もう全然やばいよ、もう1時間近くかけてドッグラン行ったのにさ、何やねんお前らとか言って帰ってきた、そうなんや、そう、もう遊ばんくなったんや、うん、年ってのもあるかもしれんけど、まあ別にはしゃぐ年ではなくなったのかもね、こらリン舐めるやめなさい、いやほんまにリンって犬嫌いよな、嫌いっていうか人見知りしいへん、なんかいつもギャン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 言うくせにさ、うん、いざ誰かおったら尻尾をキューンってやってかわいいなお前は、まあ、んん、ね、かわいい、いやギャンギャンギャンクソガキってほんまにクソガキちゃうな、クソガキ、犬ガキやね、犬ガキちゃうで、ママがさっき言ったんや、何がクソガキには負けへんでって、違うで、さっきも言ってたよママ、あれそうなの、犬に向かって、うん、人には懐かへん、痛い人には懐かへんやんな、家族にしか懐かないで、そんなことないで、うせやん、リンはそんなことないで、ワンワン言うけどな、やっぱりうるさい、ほんまに、はい、痛っこれやろかわいい、犬ってなんでこんなかわいいんやろ、まあ、ゆうちゃんよりかわいいことは確かやわそれはそうや、かわいいもん、だってこんな年取っててもかわいいって何事じゃない思いません、何事、犬ってほんま、まあ、変わる子は変わると思うけどさ、あんま変わらんくない、リンやから可愛いね、せやな、うちの犬やから可愛いな、うん、そう、タイヌにしてバカかいからか、バカやから何かコメント読んで、山はゆいちゃんが世界で一番可愛いです、いやー、そんなほんまに思ってんのゆいちゃんはなんであんなにナイスバディなんですか、なんで、え、ナイスバディやと思う、オッパな、オッパな、パイパイ、パイパイはな、うん、うわでかっって思った、うん、写真グラビア見た時に、そうなんや、うん、実はその顔までないのにあれあれおいや遺伝じゃないねんな、これが、そんなコメントないあるで、下にあるでちゃんと何が、え、遺伝じゃないな、遺伝じゃないの、うん、マジで遺伝じゃないんですよ、おいよかったマジで遺伝ちゃうねん何やろな、私多分スポーツしてるからじゃない、まだ引きし、まだ引きしまってんの、まだ、うん、何やろな、いや、スポーダンス、多分ダンスはママ譲りやと思うわ、これね毎回言うんですよ、いやだってな、高校生の時体育の授業で創作ダンスっていう授業があってんよ、うん、
体育の授業で創作ダンスをしましょう、うん、それでママは安室ちゃんの曲を創作ダンスしたから、そうそうで。誰言いたいのかな。おばあちゃんは、おばあちゃんそんなことないわ。あ、そうなんや。うん、なんかさ、あれやってほしいわ、出川イングリッシュみたいな。嫌 やもん。なんで、なんで、おも絶対おもろいと思う。いや、ママが決めんの。ママの言うことは、はい、みんちゃん、ママの言うことは、みんちゃん、ママの言うことは、わかった。はい、ママの言うことは、わかったじゃない。あ、安室ちゃん世代なんて書かれてんだよ。同い年ですよ。そうだよ、同い年ですよ。そうやで、安室ちゃんと同い年だよ。それだけでも幸せ。大好きよ、女。私だって安室ちゃん、ママの影響で安室ちゃん好きになったもん。あ、そうなん、うん、もう大好き。もう 最後までコンサート見に行けてなかったのが心残り、うん。そうやな、会いたい。誰かコネ持てない。コネ持ってる人は連絡して。だから私ファンの人に安室ちゃん T シャツもらいました、2つ。何をもらったの。 T シャツ。あ、そうなん、うん、会いたい。コンサートの T シャツ、安室ちゃん会いたい。コネが終わりの方。寝そう、リン。これ寝そうやで、リン、うん、急にどうしたん。状況不安定。くれへんからすねとうねん。え、くれへんからすねとうねん。ご飯、餌持っておいでや。持っておいでやって。ごめん、餌持っておいでや、リン。リン、すねてんの。バリブサイク今なんか。おめえに言われたくねえよって。かわいい、今のブサイクやって。でかやめて、おめえに言われたくねえよな。あ、ゆうちゃん言われたくないよな。はい、私似てるからいいよ。うん、ママとアムラちゃん同い年っていうことは、わしも同い年やな。何の報告や。ほんま何の報告や。沖縄行きたいな。怖いな、あんた疲れた。沖縄行きたいな。あ、ね、行きたいな。なあ、ゆうちゃん一回行ったけど何もできんかった、ね、何もできんかったな、うん、行きたい。沖縄何回でも行きたいわ。うんかも言ってた。え、うんか行きたいな。何回まで行ってきたら。みんな言うやん、沖縄行きたないって。うん、リン、なんかかわいい。リン、トリーミング連れて行かなあかんな。連れて行きなさいよ、あなたが。沖縄行くのいいけど、ゆうちゃんにお金出して行きたいな。うん、ふん、10年後。え、10年後、まーる先やんけ。まーる先やんけ。リンもな、行きたいな。にゃ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 。ゆうちゃんが行ったことない。そう、台風やってん。行ったことない都市ってどこ、県ってどこ。北海道行った。行った。あの、足痛かった時。違う、それ東京。あの、え、うん、それ東京。引きずって できないな。それも自業自得やけどな。ほんまな、自業自得や、ほんま。おいでりん、ここに。あいしょしょしょ、かわいいな。メンソール来てくれたら全力でご案内します。ありがとう。チケット代もホテル代も出してくれる。おお、全部出すやん。そっちかー、言うね。全部やん。何してんのあんた、何どこベロベロベロしてんの。500円玉貯金やめたの。ん、やめてないけ。あ、そうなん、すげえ、すごいやん。ずっと続けてまあ。わあ、そのお兄ちゃんと喧嘩したやつ。え、ね、めっちゃおもろいな。え、はいはい、りんちゃん、ここおいで。めっちゃ怒ってる。あら、みんなにこん、あ、ごめんごめん、痛かったな、ごめんね。もうやめたって。わーって言ってた。ごめんね、りん。りん、おいで、こっち。え、30万円貯まったら何してくれるん。何もしんへんよ。
ひどい。いつもやったら、それはお楽しみとか言ってたのに、言ってた。そういう子やのにさ。言ってた。みたいな子やったのに、気持ち悪い。気持ち悪い。ね、そんなん言ってた。そんな子やってんで、ゆうちゃんは。めめ、あんなって。気持ち悪い。そんな子やってんで、なのに、あ、すいませんわ。それもリン暴れるんやめて。リン。沖縄って何時からあれなん？あ、何時からじゃなくて何月から海入れるの？違う、同じじゃないの沖縄と天気が違うの？そんなことないやろ。違うの？4月ぐらいから入れんねやろ。何してんのあんた。そうなん？うん。そうやんな。来月じゃん。こっち来るか？コロナでなんかゆうちゃん変わったかもやって。どういうこと？何で？なんで？何が変わったんですか？今月末から海開きだって。水で買いに行かないと。いいな。いいね。じゃああれじゃん、沖縄は年がら年中水着売っとんじゃん。あ、売ってんのかな。なあ、だってここら辺とかさ、夏とか近くにならないと。あれやろ。すねた。おいで。おいでここ。行きません。かわいいな。ほら、おごとうで。やってきた。ほら、サウナって言うとうで。みんな。かわいい。え、ゆうちゃんがさ、今注目してる後輩っておるん？誰？ママおんねん。誰？れいこちゃん。あ、前田れいこちゃん。うん、なんで？いや、なんかいいなと思う。ええー、うん、だってれいこ見てない。だってれいこ。うん、いい感じやと思う。いい感じとはなんていうのかな、正直な、ママの勝手な意見やで、後輩の人たちってゆうちゃんと絡む方がええと思うわ。なんで？絡みやすいから、それで自信がつくん、で NAB ってちょっとまあお笑い系も入ってるやんか、ということはどうしたら笑いが取れるのかっていうのもヒントになると思うし、ゆうちゃんと絡む方がめっちゃ得やと思うわそうなんかな、お前は今日ホワイトデーやで。あげたって。まあ、りこちゃんママにもお返ししないと。うん、分かってるってそれ。ママにもお返しして。なんでやねん。もらってないしって。あ、ジオンね。ジオンちゃんマジ可愛い。ジオンちゃん誰？亀のジオン。ジオンちゃんはマジ可愛いから。知らんな。あ、言うちょっとよりこちゃんに、私まだママ何ももらってないでってママ、うん、いい感じやと思う、キャラが合ってるってこと？ゆうちゃんとね、石田ちゃんっていう人が初見やねんって。初見さんいらっしゃい。どこ？どこ？ママが遅いんかな。7期生言えますか？言えません。レイコちゃんは6期生。うん、ドラさん。あ、そうなん。うん、あ、じゃあ知らんわ。どこまで知ってる？5期生は全員名前言える？5期生って誰よ？こじりちゃんとかアイアンとココナがいるところ。あ、顔見たらこの子知ってる、この子知ってるって分かる知ってるじゃなくて知ってるじゃなくて、うん、6期生は誰がおるん？ケイトちゃん。違う、それドラさん。え、そうなん？うん、ケイトのドラさん。え、そうなんや。6期生誰がおるん？スーちゃん、横田すみれちゃんとか、はるちゃん。はるちゃん、おー、そうなんや。マリンもそうやし。あ、そうなん。じゃあ7期生誰一人知らんわ。だろうね。うん、
なんかあれやな、異次元に来た感じ、浦島太郎みたいな。ジオンの雰囲気ってユギケイレちゃん似てる？似てる？ユズハの方が似てますよ。似てますかね。まあ。ビルが薄い。どうなんやろうな。この座り方。リンちゃん、ケンピーさんずっとリン元気って言ってくるね。そうなんや。そう、私よりもリンの方のコメントが多い。そうなん、うん、犬好きなんちゃう？横にいますよ。かわいい。もうリンちゃん、そっぽ向いて、背中を向けて。かわいい、かわいいな。ワイワサキちゃん派。ジャミさんはそっちやな。確かに。唇がない。動きが。唇。ちょっと地味に撮ろう。よいしょ。おう、これじゃいって。最近さ、ゆーちゃんにカツアゲされた。iPad を。ちゃうやん。カツアゲされた。ちゃうやん。ちゃうやん。ちゃいますがな。使えてる？ iPad。ママはな、正直ゆーちゃんパソコン打たれへん子なの。マジで打てんで、私。マジマジ打てんで。早い？両手で？うん、マジね。うん、今試してみて。いいよ。ほんまに石田ゆみって言っていい？え、石田ゆみって言っていい？短いわ。何？文章読むから。うん、あ、そして、え、まだ私打てんで、まだまだ。ファンの人のコメントを読むから、うん、それを打って。置き場が悪いな。これで置こう。いいよ。あ、昔パソコンもカツアゲしたけど取り返した。取り返された。悲しい。待てよ。私の目がおかしい。今天使を見ているだって。おかしくないよ。確かに目がおかしいかも。おい。おい。待ってな。こう打ちにくいな。言い訳？言い訳ですか？言い訳ちゃん、はい、いいよ。いい？うん、いい？で、ママがコメント読むで。うん。待て、当てるよな、これで。オッケー、はい。読むで。ユーミンママは世界一素敵で美人で、一番モテる女性で。ちょっと待って、絶対そんなこと書いてない。絶対そんなこと書いてない。こんな長いコメント書く人おらんで。おるおる。おらんよ。もう一回。おるおる。もう一回。な、待てな。では、3、2、1。ちょっと何言ってるか分かんない。ユーミンママ世界一かわいい。笑い笑い。俺ちちち。どこにそんなコメントが、どこ？ちょっと何？そんなドコメントどこにも書いてない。書いてるわ。ママ面白すぎ。そんなコメントあったっけ？ユーミンママは世界一で可愛い、一番可愛くて綺麗で笑い。ユーミちゃんタイピング頑張って。ユーミちゃんママのセンス大好きです。ユーミちゃんママの世界一可愛くて素敵なママ。早ないわ。早口なんていうか、ここしか出てないから。待って、ちょっと何言ってるか分かんない。ちょっと何言ってるか分かんない。ユーミン。それしか売れてないやんけ。待ってよ、覚えなさいよ。覚えるけど。あった、じゃあ5秒で打ってな。無理。はい、10秒で打ってな。ゆうちゃんママは世界一可愛くて素敵で素敵ママです。
もう最悪、もう最悪やん。もう違うねん、バスコムの変化の感じがな、もうおかしいねん。ゆうちゃんのママになと。これ見ないで打てるかな。打たれへんやろ、無理やろ。ゆうちゃんママは世界一可愛くて、その顔その顔ゆうちゃんママは世界一可愛くて、なんやこれ、なんてゆうちママはかわいいなと、かわいいなとや。惜しい、惜しいない。あ、こっちの方が打ちやすいや、ママ。え、惜しいな。まあ、ゆうちゃんはパソコンが苦手ということで。いやりんちゃん、りんちゃん、え、逆に打てんの。はい、打ってみて。あ、まあ、パソコン使ってるから。あー、落ちた。え、これ打てたら何してくれるの。何もしんひんって。ママはな、なんでご褒美をなもらおうとしてんの。ご褒美ないことはしたくないんだよね。じゃあみんなコメントよろしくお願いします。もう書いてる、まだ言ってないのに。もう書いてる。ああ、このパソコンあれやな。いや、言い訳、はい、まだ言ってないのに。ほら呼んで。もうさ、そのアイドルに向かってそんなこと言うのはちょっと違う。分かった、じゃあ褒めたるな。売ってる音がプロやってさ。プロじゃない、素人です。はい、はい、呼んで、声出して呼んでください。ゆうちゃんはおっぱい、おっぱい、パイパイパイがでかくて素敵。褒めてんの。褒めてんねん。褒めてんねん。だって世の中さ、なんかパイパイでかくしたくってさ、うん、薬飲んだ、え、サプリメント飲んだりするやんか。あ、そうやね。そうそうそう、確かに。思い浮かばんかってん。それしか思い浮かばん。りんちゃん、お大丈夫なコメント。アイドルなんてこと言わせてるんですか。本当ですよ。若いうちはいいけど、年取ったら垂れるだけやで、ゆうちゃん。だから筋トレ、筋トレ。じゃあ私はメンバーに弾力あるから垂れなさそうやねってめっちゃ言われる。そんな言葉にな、甘えたらあかん。分かってるよ、うん、人間より重力の方が強いねん。それを励みに、励みに何やったの。筋トレ足りませんようにってお祈りしたもん。お祈り欲しい、お祈りしたもん。それを読むゆうちゃんもゆうちゃんや。読ませられたんや。いや読め言うただけで別に強制しないよ。声に出して読むって言ってたから。なんでやろな。なんかさ、ママ聞いてんけどな、子供産むやんか、で母乳を飲ませると垂れるって聞いてん。へえー、そうなんや。そう、どうですか。ママは母乳飲ませてるし、うん、だけど昔そのベトナム人のモデルさん、子供一人おんねんけど、一緒に温泉入ってんや、うん、もうな、正直な、今までこんだけ綺麗な裸見たことないっていうぐらい綺麗かった。ボンキュポンだった。ボンキュ、もうボンじゃないねん。あ、ボンっていうか、もう胸の ボンじゃ、大きさじゃないねん。胸の形が、あ、そっちね。もうバリ綺麗くって。もう今までな。え、お子さんおるの？おんねん一人。だから元々モデルやから、多分すんごい努力して
この体制を維持してるんやろなって思うと、今までなほんまになこんだけ綺麗な裸見たことないっていうぐらい。ベトナム人綺麗よな。でも綺麗よな、体型綺麗ない、うん、すごい努力じゃないもん、それは努力やんな、すごいね。いやほんまにだからだらけたらあかんなって思う。ビンティ今何考えてんのやろ。ビン、なんか犬が喋れるあれ機能つけてほしくない。ゆうちゃん絶対文句言われんで。いいよ別に文句言われて、ボコボコされするんじゃん。あけねもう一回言ってみろって。しーひんよ。どんなリンに何か、なんかそういう音の心の分かる音を何の話やねんって何の話やねんって、つけたらさ、うん、めっちゃなんかうるさそう。なーりんちゃんご飯くれって、うん、かわいいな、かわいい。今でも初めて来た日覚えとうで、私も覚えてんで。マジやん、マジで覚えてん、マジで覚えてんで。何何、え一緒に買いに行ったやん。行ってません。行きました、南京町で行く、おろしました。おろしましたってなんやね。南京町。ママが後から。ママが後から行ったんや。あんたか弟と行ったんやろ。そうやね。一緒には行ってないから。南京町らへんで、らへんやんなん買ったん。南京町ではないけど元町。あ、じゃないか。そうそうそう元町で、で南京町で一回開けて、のを覚えてる。そうなん。うん、めっちゃ反対したのに。あ、反対してたの。めっちゃ反対しとったわ。すぐ名付けました。リン。リンやってリーンそれ禁止だな。キーンキーン、あーゆうちゃんの足臭いって言うよな多分。何がゆうちゃん足臭いピンピンって言ってリンてめえに言われたくねえんだよっていいや、喋れたら喋れたら楽しいよ。なんか最近さコロナでさ、コロナ禍でさあんまり人と会うことないやん。うん、笑いのセンスが落ちてきたわ。いいよ別に。え、いいやん。どこに活躍すんのそれ。あれ楽しい時間を過ごせるやん、うん、笑いのセンスが落ちちゃった。あれそうなんだ。だからゆいちゃんが付き合って、うん、うん、おもがいな。さきちゃんベトナムから来た子です。なな、はい、なんでりんちゃんって名前にしたの。北斗の拳が好きで、その中にいる女の子がいるんですけど、そのリンが好きやって。女の子がいるんですけどってみんな知ってると思う。そうやん、ずっと女の子がいるんですけど、女の子の名前がリンやったからずっと好きで、そのリンってつけてん。ケンシロウが好きでなくて、ケンシロウのリンちゃんが好きってことやろ。北斗の拳のな。そうそうそう、北斗の拳のリンちゃんが好きってことやろ。で女の子が好きね。そうなん。女の子がずっと好きで、可愛いな女の子。だって喋れへんのやろあの子。ちょっと喋れへんかって。ああそう、それがケーン真似して、はい真似して、ママ十分おもろいよって。分かったから、うん、分かってる、知ってる知ってるやっても今ね。ママさん大丈夫です、めちゃくちゃ面白いですうん知ってる。さきちゃんは何で名前つけたの。さきはママがつけたんちゃう。さきもママが買ったんちゃうからな、うん、待ってんな、ほんま。いやもうリンさここに おらんかったらどこで変えられてたやろな。へー分からん、だって安かったもんこの子らしいな。超安かったよね。なんでこんな安かったん。多分デブクスフンドやからちゃうそんなことなかったよ最初。最初はな、うん、なんでやろうな、なんでこんな安かったやろな。高かったら多分会えてないな。会えてないな、うん、絶対会えてないな。かわいそうに。どっちが良かったんか知らんけど、うん、でもかわいいわ。手術2回もして、ほんまに、うん、おめえのせいで私はよお金がさ、うん、かわいい安かったとは言わないのあかん、値段言ったらもうみんながなんりんちゃんのことで安く見るからあかん。私は高貴な女よこれでも1000万とか言っとくか1000万だか1000万やの、1000万の犬やな。なんかさりんの話したいねんけど、うん、りんちゃん何だっけ
あヘルニアなったやんか、うん、なって足歩けなくって後ろ足がな、うん、でママの部屋にこう前足でかけてこう来んねん、うん、へーと思ってお兄ちゃんがママリンが歩かれへんとか言ってきてさ、うん、パッて見たらさ前足だけでママの部屋入ってきとってんや、うん、へーと思って、でママがちょうどその日休みやったから病院連れてってんやん、うん、そしたらこれヘルニアですね言って、うん、すぐ手術しないとダメですって言われて、うんうん、病院紹介してくれたんや、行ったら金がこれですって言われて、はあそっちか、もうその時もええみたいになってさ、でも早い手術しないと絶対もう歩けなくなるからって言われて、ね、泣く泣くよ、そうよな、手術もうレントゲンに連れてって、もうそれでヘルニアやったらもうそのまま手術するんでって言われてさ、うんうんうん、ほんでまあそのまままあ言うたら預けて、うん、で電話かかってきて、あのヘルニアなんでこのまま手術しますかって、じゃあお願いしますって言って、なんで何時ぐらいにはもう帰ってきてると思うんでって言われて、うん、行ったら寝とんよ手術受けた後、うん、かわいそうにやってないのもんな私それ。ゆうちゃん一緒に一回行ったよヘルニアの時、うん、そうやん、行った行った、ほんまに。でもそこの病院めっちゃよくってさ、うん、毎日あのお見舞いに行かれへん人のために、うん、まあ、別に行っても行かなくても、うん、あの一応その写真送ってくれ、来てくれんねん。あそうやね、言ってたの、うん、りんちゃん今日こんなんですよとか、うんうん、リハビリ始めましたみたいな、うんうん、だから別にお見舞い行かなくてもよかってんけど、うん、もうかわいそうやからさ、うん、2日に1回行っとってん、うんうん、そしたらキュンキュンって、そうはで帰ってきてなあ、治ったらまたいつもみたいに暴れるやつでもマジでな、すごいよな、なあそうやねん、ダックスヘルニアやってんよ、ダックスはな、なりやすいな。でもそれだけで収まらなかったよね、第2弾がありますよ。そうなのよ、癌になっちゃって、そうなのな、あその時もショックやったわ、また金かかるまた金かかる言うんで、で手術の日、うん、動画ママ撮ってんけどな、うん、あのこう廊下をこう散歩や思うてハァって走りたいねんや、うん、今から手術知らずに、うん、その姿可愛かったわ。何回も私もそのがんになってから何回か一緒にそう病院行っててんな、うん、多分毎日のように連れて行ってたよ私が、そううん、そう私が私が私がなんか先生に見るたびにさ、もう嫌やみたいな、震え出すし、うん、すごいなんか抱っこしてみたいなさ、うん、乗っかってくるし、そうめっちゃ苦しかった。手術直後なんてここにお腹に包帯してる、いや手術しとうから、うん、寝られへんねん、座られへん、だから立っとうねん、ずっと立ってたな、うん、痛い、そう座ったら痛いから、そう痛いから痛いから当たるとね、でどうなるんやろうと思ったけど、まあ、定期検診も行って今のところは大丈夫やって言われたからさ、うん、まあ、よかったわ。でも正直な、もうお金かかってな、あの命が救えるんやったらもう苦しいけど、ママは、うんうん、苦しいけどもう出してよかったなって思う、うん、もうあの時お金なかったらさ、手術するお金なかったら、あのこの子は今頃車椅子やん、そうやな、やろう、うん、申し訳ないやん、痛みも痛いし、うん、って思うと安易に動物は飼ったあかんなって思う、うん、本当にずっと言ってるの。でもハムスター飼っててんて、中学校の頃な、うん、だそれを知ってるやん、うん、その命がさ、うん、耐えられんかったもん、死んだ時のもうほんまに耐えられんくてずっと泣いとって、で親戚のお姉ちゃんに泣いとったら、ハムちゃんがあのハムスターたちがあの寝てき成仏できへんよって言われたからな、うん、頑張って泣きやんだけどショックでもあかん、それ大切な家族、そうだから反対してんかん、ママそれ知ってるからな、私ずっと言ってたよ、犬欲しいって、おめえかい、おめえのせいかい犬じゃもう周りの友達が犬かわいいとかさ、会いに行ってたやんか、うん、友達の家に、うん、そうだからそれがめっちゃ欲しくなって、だからリン買った時毎日もうウキウキしながら、うん、何どうしたん、結局あれよな、なあ忙しくなってな、ゆいちゃん自身が、うん、なあだからママについてくるねんそれが悲しい。そうか、あの別れる時かつらすぎるからね、うん、あのやめた方がいい、あの耐えれへん人は、最後まで見んで面倒見れない人はな、もうこれ以上病気すんなよお前、この手の子の野郎手の子の野郎
で犬ってさ痛みがあってもさ泣かんやんか。そうやね、伝えてくれへんからそれは分からんやん。そうやね、それたまたまお兄ちゃんが見つけてくれたから全部見つけてくれたって見つけてくれたら分かるし違うやん、違う違う、ガンのやつ、あ、ガンの、そうやな、そう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 、かわいき、かわいい、もう次病気なんねんお前てめこの野郎ほんま、次だったらお金ないぞかわいい、あ、最近さ、うん、ママええことしてん、何やったっけな何ええことしたのに忘れた何やったっけな、めっちゃええことしてん、何やったっけ何やったっけな、忘れちゃったわ、ええことしたのに忘れる、兄ちゃん何やったっけな、忘れちゃったまあ、あのいいことするのはママ の, あの日常茶飯事だからいつものことだからいいこと、ゆうちゃんを育てた、へへへ、虫もう見て先の毛、これ全部先の毛、しゃあないやん、しばけんやんから、すごいな、犬の毛の抜け具合すごいな、うん、じゃあリンのお散歩行こうや、ママ、そうだ、今やろ、行かへんって、めんどくさくなった、仕事があるもん、あ、そうなん、うん、ないけど、すぐに嘘つくそんなすぐに嘘つくの、違う、ママは嘘つかれへんタイプやからすぐバラしたやん、ネタバラ、ネタバレしたやろ、だからそれは嘘に入らへん、に入るけどな例えばさ、何だんやって知らんけど、セーフ言うよな、大阪の人って、うん、知らんけど、うん、知らん、私めっちゃ言うで知らんけど柴犬かわいいよね、意外とかわいい、うん、意外とかわいい、ゆうちゃんのことじゃないと思うでていいよ、もう私しか映ってないから画面さっきはほんまに病気したことないから、ないな、マジでない、ほんまええ子やわ、ええ子なんかな、いい子やん、いい子、まあママにとってはいい子やんけ全然お金かからへんな、心入れたくなんねん、病気なんかしてしまうと、みんなそうやん、まあお金かかるから余計に痛いねんかわいい、かわいいな、ずっとかまってんな、かわいいな、あの帰ってきたらさ、この子は迎えに来るやん、うん、でうちのうちらの玄関ってさ、あの人がなんか通ると電気が自動的につくやんか、うん、だからこうパッて電気ついた時に、うん、あ、リンが迎えに来てくれとって分かんねん、ああね、そう確かに、うん、喜んでめっちゃ走ってくるもんな、私も迎えに来へんかった時あってんな、うん、部屋でこうやって開けてて、そしたらリンが「ん?ん?」みたいな顔してさ入ってくんねん、かわいい、うん、今やろ愛知してるわゆうちゃんはお金かかる?かからんな、昔はめっちゃかかってたね、当たり前やろいや子供を育てるのはお金かかるのしゃあないねん、うん、今はかかってない、かかってないっていう言い方もおかしいけど、お小遣いはあげてないよね、うん、あれいつからお小遣い、あ、NAB に入ってからやったっけお小遣い、うん、ちょっとしばらくしてからかな、うん、うん、そうやね、お迎えかわいすぎる、かわいい、そうやね、かわいいよな、迎えに来てくれるのかわいいよな、うん、で、あの仕事に行くときもガーダーで玄関まで、うん、来るねん、なあ行ってきますとか言って、うん、ゆうちゃんにも言わへんのにさ、いやほんまにマジで違うで、もうリンと私の対応
当たり前やろ。行ってきます。うん、じゃあ、何行ってきますの、送りしよう。そしたらママ、そしたらゆうちゃん行ってきまーすとか言うよ。もうちょっと行ってきまーすゆうちゃん。あとね、家に持ってくんだよって言うよ。それよりもリン扱いが。そう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 。ゆうちゃんも髪の毛伸ばさないの？そろそろ飽きたからエクステつけたいなと思ってんけど。髪を変えたいまず。エクステも夏いいかな。ゆうちゃんな赤にして。何も言ってたなずっと、うん。して？金髪はな。なんでの赤の？なんで赤の？赤似合う私。投票して。何？何？充電大丈夫？うん。はい、1が赤にしてほしい、2がそのまま他の色暗め、分からんけど、あ、赤がいいか良くないか、赤がいいなが1、2が良くない、良くない良くない。みーちゃん、うわ微妙やなこれ。りんちゃん赤、私もイメージつかへん、赤は絶対似合うから、ママはセンスいいから。そんなことないね。あるわ。そんなことないね。いやマジでママとファッションのセンス全然合わなさすぎて。いや絶対ママのファッションええんやって。全然よくない。はいはいはい。はい、一夜でみんな一夜ぞ。一夜ぞ。いや、熱かけんといて。一夜ぞ。みんな一夜ぞ。熱かけんといて。みんなも正直に。じゃあ終了。ほら、2や。え、あんまり変わらんで。やろ ?1 やって。投票したのに、どうしたの？いや、ママの、ママを信じなさい。信じる者は救われる。ママと同じ服着てるやん。ほんまや。ほんまや。それはまた別やん。いや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 。また別やん。ゆうちゃんは上だけやん。ゆうちゃんはママのセンスのあるとこ見てないからやん。じゃあママが、あ、このセンスいいなって思ってる格好は、うん、あ、可愛いなって思うけど、私に対してのこのコーディネートこれの方がいいんちゃうかっていう時はマジでダサい、ダサいっていうか、じゃあダサいっていうか合わへんねん。それはあんたがセンスないから合わへんって思ってるだけやねん。待って、あるから、ママ違ってあるから。じゃあママとな、あれがないねん。え、ちょっと待って、じゃあな、じゃあな、ジェネレーションギャップっていうのこれ。ちゃうちゃうちゃう、あんたなポニーテール嫌いやん。ポニーテール嫌いって言ったことない。嫌い、でも痛い、痛くなるから、見つけちゃうとか言うやん。なん言うな。で、でもポニーテールした時にゆいちゃんめっちゃかっこいいから。えー、そうなんや。やろ、おら絶対この人もポニーテールしてほしいのにさ、うん、なあなあ、ほら、うん、言うとで。言ってない、言ってないよ。リン、そうや、もうハイセンスすぎて追いつけてないわ、ゆいちゃんが。はい、そう、 AKB さんも言うてるやん。何が？ポニーテール。関係ないよ、曲やん。やっぱ私入る前やし。なあ、りんちゃん。絶対ママのセンスがいいって。うわ、絶対言うさん。もう明日からダイエットや。関係ある。ダイエットや。ダイエットしてママのセンスを見せびらかしたるわ。え、うんうんって言うのもやめてからもパイパイ触るぞ。ポニーテは好きやわーってさ。ほらな、知ってんねん、ポニーテが似合うのも知ってる。何の髪型しても似合うのは知ってんねん。この女もこの女ほっぺいつんつんたのか、マジ知ってんねん、それは。うん、で、うん、それ知ってんねん。んで、にゃりんちゃん、んで、うん、で、なんでやらへんねん。うん、嫌や、気分があるやん。昔やっててんけどな、いろいろ。絶対こう、あれをした方がいい、こうやってあげた方がいい。あげた方がいいから。また終わりましたか。確かに何でも似合うような笑い。
アムロちゃん見てみんよ。スッパッと上げとるやん。うん、な、うん、じゃあゆうちゃんも。はいはい。この女。もう許せん許せん許せんあ許せんほらリンがめっちゃ汗いてるやんうわ今巻き込まれんとこねえ巻き込まれんとこって逃げてるで賢いなリンちゃんなあ待ってきたリンちゃんあしなみなみしないのあうん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 かわいいごらんごろりんかわいいねもうでしょうかまたまあどうせゆうちゃん負けるしなほらつまんないこれ言うねいいよじゃあ持ってきてはいまだお前ごらんよなお前誰誰誰向かってこら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 ほらリン取りに行けリン取りに行けこれで取りに行ったマジかわいいごろりんあんたが取りに行きなさいよ。んでよ、私、勝負してるやん、今。私、ママが言ったるやん。何がよ、本人でも何でもないのに。大丈夫られるから。はい、最初はグー。最初はグー。じゃんけん、はい。はい、これ、はい。ほら。ほら。じゃんけん。お兄ちゃん、スイッチ持ってきて。こら、こら。5秒で取ってこい。あ、リン、もっと取ってこい。行くって、リンが。いった、いった、いった。いった、リン、スイッチ持ってきて。なんて。で、持ってきたで。あよ取りに行ってこなんでよママが取りに行ってよあんたじゃんけん負けたじゃんなんでやねんショールームしてんねん今ママが話しとったるやん何が本人じゃないのいいな本人じゃないのにゆうちゃんのものはママのものどういうことどういうこと早くいやや早くいやや大丈夫やから大丈夫いやめんどくさいめんどくさいことはママにやるママごめんママごめん立ち上がった時に家庭内暴力家庭内暴力よおまわりさん殴られましたごめんママ家庭内暴力ですごめんここの手がママの鼻家庭内も鼻もママの綺麗な顔が顔面が可愛いお兄ちゃんもスイッチ使ったのうん見せないなママの頭が見えるあリンまだ何を私の指かまんといてはあ何が美味しいんこれのなんかさ、うん、話題をくちゃくちゃ言わさないの話題みんな話題やって、うん、カウンセリングするんでしょうかいいのゆみちゃん、悩みあるないないんかい、うん、ママに相談する悩みはなんかないわ、みたいなうん、うん、言うなうん、言うなないようわ、なんか鼻血出そうやわなんでお前が殴ったそうやなんでちゃうわそうやそうやおめえが殴ったからだよそうだそうだなんでほんま覚えてた1分前の記憶消えとんかまたあのゾンビのばあちゃんにやらせるぞやだ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 かわいいねあらダメゆうちゃん最近どう何回聞くんそれ違うファンの人が聞いとんねんあそうなの何回聞いとんって言わんとんで江田さんごめんごめんなさいごめんなさいコメント全然見てなかったからごめんね最近最近態度違うもう態度ちゃうなほんまうおめえが答えんなもう分かったゆうちゃんの性格分かったそう絶対ママとの会話覚えてんねんこの人めっちゃおらん普通聞いてきた握手会で誰か最近どうとかってあ、言わへんかった。言わへんが優しい。うん、かった忘れてた、そのこと。忘れてたの。そういう話をしたな。うん、ああ。おもろ。普通を求めてた。あね、何回聞くなとか言われたの。私じゃねえよ。コメント読んだだけや。あ
そういう話をしたよな昔な。な昔あんな昔でもないね。昔や。これ欲しい人。これ食べるとあれやから半分にしてあげるね。鼻にぶさ。リン食い地がすごいわ。もう誰かに言いとんやん。誰に。あんただよ。なんでやな。数億年ぶりにゆうちゃんに会いたくなってきたやつさ。何億年ぶりやろな。な。それで会いたい時にな、会いに行かんからな、オンラインになっちゃうんだよって。それで。りんちゃん。だってさ、うわぁ、あん時宝くじ買っとけばよかったって思うかもしれへんやん。ん？あん時宝くじ買っとったら今頃当たっとったかもしれへんし、それ思うっていうのと一緒やわ。思う思う。宝くじなんて思わへん、それは。また明日から仕事やな。会いたい時に会いに。ゆうちゃんさ、こら、うん、西野カナさんのこら、会いたいやったっけ？歌えるん？うん、歌えるん？あんな高いの。あ、誰が食べていいって言った？誰が食べていいって言ったの？ほら、ビーン、待て、待て、待てできるんか何？晩ご飯なんですか？晩ご飯ありません。待て。もう最近ご飯食べへん。夜ご飯か。待て。待て。天神姫の時に始めましたやってんて。うん。あ、そうなん？何億年ぶりそれやったら。あれは14枚目のシングルやから。嘘。14枚目のシングルや。16歳。17。16歳17年。10年前の話やん。カボネギの頃始めまして。どっちがいい？どっちがいい？10周年や。10年前に。あーすごいな。かわいい。1期生ってことになっちゃうやん。ママ、お兄ちゃんが持ってきたで。うわ、ありがとう。ありがとう。27なんてより。ゆうちゃんが27なら何になるとは信じられへん。間違えた。これ買ったら何してくれるん？もう言って。でマジなんかないと嫌やん。嫌やん。自信ないんか。ないとか言っとくわ。何？なんなん。なんなんじゃないやろ。なんかないとあかんやろ。マストビーの次やっけ。そうやで、じゃあ負けた人はリンのお散歩な。うん、私も行くつもりやってんけど。別にね。じゃあ唐揚げ買ってきてな。あ、待って。まだ食べんの？食べへんよ。明日の分。ほんまやフレンチを。あ、音音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 。続きみんなで挑戦。3年3で。わかった。買ったら、私が買ったら、うん、リンの散歩一緒に行く。え、ちょっと だってさ、前さ買ったの何もしてくれへんやん。あ、待って。だ今回ママが負けたらに、これどっちがいい？うん、一人コンピューター。ママが負けたら、でママが負けたらもうチャラ。オッケー。どいつがいい？え、あれでもいいよ、決めて。エンマにしよう。エンマ。え、しおんちゃん一緒にやって。しおんちゃん誘うや。あ、待って、誘う。今何してんねやろ。握手会は知らん。私今自分の携帯使ってるからな。
カレンタンとアイアンのマージャンアプリの CM してきましたよ。出て出て取れてこい。セッティングしとって。あ、ユーミンさんできてる。あれ、あれ、これだしよう。違うよな、全然違うよな、これは。あれ、シオンって今何してんの？握手会？あ、じゃあ握手会じゃない。お話し会？お話し会？できた？まだ。まあ、いいや、ちょっとさっき始めよう。うん、あ、7部だから終わったところっぽいやね。さ、今終わったんやったら多分ないでしょうね、今。あの、スイッチが。ちょっと。勝負だ。あ、やばい。普通のママの名前にしちゃった。危ね。危ね。どうやって消すの？かわいいママって入れといて。って鼻で笑うな。鼻で笑うなよな、リンちゃん。リンちゃん。寒ない。寒い？やばい。ちょ、待ってな。初見です。今からゲームするんで、みんな飽きない、飽きずにここにいててね、ずっと。こう画面見せれたらいいのにな。そうやね。あかんの？あかんの。聞いたん？聞いてない。うん。なんかな、変にな、ショールームな。厳しい。シャッフルします。うん、ママめっちゃあれうまいで、実況。あんたが言ったら切なくなっただけや。あ、間違えた。私実況しへんからな。もうそれぐらいめっちゃ必死なんやろ。そうやね、真面目にやっちゃうからみんな飽きるよな、ごめんね。そうやろ、まあ余裕があるってことやん。何人でやんの？人間2人、コンピューター1人。多分メンバーが束になってもママに、ま、勝たれへんと思うで。どうすんの、勝ったら、ま、はい、マジで負けたことない。本気でやったことないもん。だってお兄ちゃんも弱いし。ずっと言ってんの。あれは？あ、名前変えるの忘れてた。あれ、今からコンピューターの、うん、もうできん。できるよ。できんの。いいよ、めんどくさい。シカポヨでええやん。ほんまに。シカポヨでええやん。四月ですよ。ユーミ選手、エンマ選手、ママ選手の3人です。一体どんなドラマが待っているのかワクワクしてきますね。MC かむな。それでは社長の皆さん、住みよい日本を作るための開発もう長いここ。MC これ何？ヤシャ姫です。あ、この子がってことね。そうや。さあ、どこでしょう。ババン、秋田でございます。
イエーイ。秋田って何が美味しいんかな。確かに。あ、ゆうみさんと行きます。ここから秋田まで28マスでございます。サイコロコロリン2マス。イエーイ。ざけんな。上野へ、え、社長上野に泊まった。買いますか。いや、そんなお金ない。破産する。きりたんぽって鍋やんな。うん、ちょっと待って。秋田小町いいね、お米。おー、めっちゃ進むやん。エンマ、エンマどうなったか実況しろよ。お前お前や一人で見て進むやん。おめえ、エンマ7マス7マスや、え、7マスか、7マス進みました。秋田まで28マスここでカード使わなければいつ使う。今でしょ。収入カード使います。使った。イエイ。10マスお先に郵便。マジで桃鉄はほんまに生活がいるから。あ、ちょっと待って、マイナス駅止まっちゃったよ。ちょっと口が悪くなっても許してね。マイナスになっちゃったよ。ユーミのせいやん。ユーミのせいやん。何で私のせいにするの。自分のせいやのにな。さあ、ちょっとみんなに置いてかれたから休校収入、はい、噛んだ人には使いません。でよ、休校収入を使います。ダルルルゴロンゴロン魂11マスです。いきまーす。性格は変わるんで、これほんま。チルルルキラン。また駅に着いたの。長尾町、長尾長尾か着いたの。これなんていうの。え、油揚げ屋を買います。油揚げ屋、え、誰これ。ゆうちゃん。私、100万円の 50% なんていうのよ。やめます。次エンマ、エンマ、はい、いけコロンコロン。11マス。おお、めっちゃ進むやん。はい、次ママ、次エンマどこに進む。18マスです。ここでちょっとやばいな、ちょっと負けたくないな。ママに、ママに負けたくない。8マスやん。2、3。うわリンちゃんずっと餌見てるやん。ナトリに着きました。まとめ買いします。2件しか買えず4960万残りますけど、いいですかみんな。いいとも。わかりました、買います。何年でやってるの。3年です。はい、3年で言います。3年で6月ですよ皆さん。さああと15マス、うん、買っちゃう。前の配信見て面白そうだと思ってもう一つ買ってしまう。マジで。さすが。10マス進みます。テレテレレ、え、ピンクってママ青かママ、どっちか分からん、忘れた。なんじゃそれ。あ、黄色いところに止まりました。うんちカード手に入れましたよ。ゆうちゃん、うん、あ、お似合い。え、ママ先に言ってんのかな。エンマ、次エンマや。エンマかこれ。うーわ、エンマなんか強ない。強くしたんかな私が。まあそうやろな。っていうか、あと12マスです。いくよママが、うん、1マス出ろ。あと2マス、2マス12マスって言うとだから2マス出たらいいねん。えっ、サイコロが2個出てってこと。あ、そういう意味な。はい、九州2個、2個、ちょっと待って、ちょっと待って、ゆいちゃんにお願いします。いくぞサイコロガラン。おめえせいで5マスしか出んかったやんか。よっしゃ。え、私追いついた。え、知らん。うんち、うんち置いたろ。お願いします。うんち置いたろ。うわ、あと1960万しか残ってない。ちょっと待って、ママどこにおるんや。誰か買いちょうだい。ママどこにおるんや。ちょっと待ってな、ちょっと待ってな。虫眼鏡でママどこだ。あれ、おらんくない。どこにおるん。お皿さんといて。そうかか。あ、そっちか。こっちにある。そうかよ、探すんだよおめえ。あと5マス、お願い、5個出て。あと5マスなん。うん、4マス。あと1マスやったらゴールやったのに。ふざけんなよ。神様、私の味方してくれてるわ。黄色いところに止まりました。特価エッコカードを手に入れた。カードを特価できるってことですね。お、エンマは休校カードを手に入れました。次はママの番です。7マスなんやけど、うん、休校カード使った方がいいかな。すいません、止まりました。だからたまに出てくるね。いつも許可しないんですよ。あ、ママコントローラー
ここここここ押すの。すいません、ちょっと使うやってさ。親父4646さんが言ってんで、使うって。これどうやってやるん？戻る？ちゃうん、ここ押さなあかん。コントローラーここ押さなあかん。あ、すげえ。どうするん？なんて、みんななんて？使うって、ほら使っちゃうって。オッケー。バンされたのかと思った。全然違う。使うよ。使っちゃうよ。使っちゃってー、はい。使い使い使い。ああ、10マス。近くなったやん。よかったね。あ、こっから行ったら、あ、あと1マスやった。あと1マスやったのに。あ、勝つ。黄色、イエローカードに入れよ、エンジェルカード。お、新幹線カード。めっちゃいいやん。そう、私あと1マスなの。お願い、1マス出て。あれ2マスか。何？あと何マスよ。オール6カードを手に入れる。オール6って何？知らん。何ですか、オール。ゴミやから捨て。あ、着いた。あ、着いてないわ。あと1マスで、エンマ。いいじゃん。私、あと3マスです。出るな、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 出るな。いでよ !5 マス出ろ。3マス!6 マス出ろ。6マス出ろ。ゴールした？テンテン、テレテレ、テンテン、テレテレ、テンテン、テレテレ、テレテレレ。いや、ゴールしないよ。長いもん、明らか。物件飛び、6マスしか出んかった。うん、9月ですよ、皆さん。お願い、あと3マス出て、もう。これさ、ママが勝つかさ、ユイちゃんが勝つか投票したら絶対ママのが多いよね。お、投票してみるか。うん、してみるか。あ、ちょっと待って、マイナス1億円。イエーイ。え、売った方がいいんかな、これ。売れ売れ。売った方がいいと思いますか。売れ売れ、全部売れ売れ。何をやねん。違う、何をやねん。違う違う、今のなんか駅で買ったもの売った方がいいんかな。駅で買ったもの、うん、駅で、駅で買った食品。あ、売るしかないやん。売った方がいいんかなって、売るしかないねん。そうなん。一軒しかないくせに売った方がいいんかなって。売るしかないねん。売った方がいいんかなと思って。お、まだついてない。今も再開、再開カードやってさ、もらってるやつ。あと3マス。もう出なくていいよ、3マスは。神様、私の味方する。マジか、うん、1マスやったわ。漏れちゃうぞ、カード。何それ。え、ゆうちゃんがおしっこ漏らしたカードじゃ。10月私の誕生日です。お願い、1マス出て。もう5マスいらんって。いらんって、この顔。ポポン、パラン。およかった、マイナスにならなかった。あ、着いたで、エンマ。え、あー、あー、ゆうちゃんの早つかへんから、ついちゃった。次ママ、うん、一番遠いんちゃん、私が。ほんまやな。何マス？あとゆうみ社長さんです。イエーイ。エンマ、エンマじゃないの。何や、友達か。エンマ、よろしくねん。ゆうみんみんやって。マジでユーミンミンって言ってんの、うん。そんな呼び方しんといて。それは皆さん、次の目的に回して。ボンビー。ボンビー好きました、私が。名古屋です。機嫌がえてさ、名古屋です。いや、ほんま、ちょうちょ不安定だ。ママと喋ってる会話もかぶって、みんなに届かん。どこ、名古屋？ 41 マスやって。ママ、でもママには新幹線。あ、ぶっ飛びやってどうする？うん、飛び。うせえ。あ、新幹線やな。ぶっ飛び怖いな。ぶっ飛び怖いな。ぶっ飛び怖いな。ぶっ飛べ。はい、北海道までぶっ飛べ。
うさい、ブトルカード使っちゃうで。いいよ、使い、使うよ、みんな使うよ、すぐや、飛べやってさ、ほんまやな、これでどっか行ったら親父4643のせいな、ほんま、しばく行くぞ、人生勝負や、って冒険だ。あ、使っちゃった、いつの間にか。いや、もう押したやろ。あ、やばい、宇宙州まで行っちゃう。飛んじゃってほら、みんなほら使っちゃってって書いてんね。ほんまだ、無責任なこと言うなよ。ナイスナイス。え、私もぶっ飛びカード使おう。使え使え。もうじゃ沖縄まで行け。沖縄行きたい言うとてやん。ん、沖縄行きたい言うとてやん。え、どこどこどこまで行くんこれ。あ、東京やん。あ、東京やん。めっちゃ近いやん。やった。いや、ムカつく。ありがとうございます。いや、エンマ頑張れ。あ、地方へ。いや、いや、いいな。え、待って、エンマ強ない？私強くしたんかな。あんたが。え、待って、あと1マスでエンマ少ねんけど。あ、でもそれでもさ、ママあと30マスやで。さっき41マスやったやん。変わらない、10マスしか変わらないやん。10マスしかです。10マスでかいやん。え、エンマ強ない？ちょっと。えい、960万しかもらえんかった。ケチやな。12月ですよ。あと25万。エンマ強くてもな、ユウちゃんにさえ買ったらいいねん。オールロックって何やろな。あ、このカードを使ってからだとサイコロの出た目がすべて6になりますよ。お、へー、とりあえずサイコロ2個使って10マス進みます。来るな、ボンビー。来るな、ボンビーって、あなたボンビーやな。え、せんで。もともとひっついてんやん。せんで。はい、エンマ待って。あ、ボンビー、キエイやとさ、あー、おっちゃー。4枚割れた。4枚割れちゃった、残念。え、待って、最悪、3枚カード枚、え、なくなったってこと？4枚割れてん。何、3枚に減らしとん。あ、うんちカードがなくなったんや。いらいらいら、うんちカードいらん。あ、ついてもた、エンマ。なんなんこのエンマ。なん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 、ちょっと強くしすぎたな。エンマなんなん？私たちが弱い。ゆうちゃんが弱いねん。なんでやねん、ママも弱い。人ともやれへん。ママは近いよ。いや、次のボンバーが、あ、ゆうさん。なんでな？なんでよ。よっふー。ママの方が遠いはずやで。ママの方が近いねん。ママな、さっきワイル渡してきてん。新潟やって、次。うわー、新潟か。ママは一番遠いよ。で、ママはゆうみちゃんと違って、急行カードありますから。うん、わあ、エンマさん10億円突破。かわいい。新潟まで41マスです。急行集休カードを使います。入れよ、 6×2 マス。エンマはチートキャラやからやって。何、どういう意味？分からん。どういうこと？どういうことですか？行くよ、カード駅に止まりました。何やってるんですか今？ママと桃電やってます。桃鉄やってます。特価エコカードもらった。1月になりましたね。トピックス、エンマ社長12億やってさ、ふざけてんな、調子なんだよ。調子なんだよ。うわ、口悪。ほら、やっぱほら、カードやっぱ消されてる。4枚割れてるやん。4枚じゃ、4枚割れとったんやって。4枚割れたら全部なくなるの、うん、じゃあ4枚しかないの。4枚割ったら全部割れるやん。どういうこと？ゆうちゃん4枚しか持ってなかったん、うん、で、キエイで4枚割られてん、うん、4-4 は0、うん、あ、そういうこと。じゃあや、そのエイはさ、うん、カード用の。カードや。なんやそれ、や、私のカードなくすなよ。もう一回聞くわな、4-4 は0。もう普通のサイコロで行くしかないやん。そうだよ。いいよ、黄色いところに止まったんやから。特急カード手に入れました。もう来るな、ボンピー。お、特急カードいいやん。あ、神戸の南京町は兵庫県です。社長さんなら知っていて当然なのよ。兵庫知っていいんですから。待って、ママと桃鉄、でんでん、
34マス。あ、自分の持ち金と他の社長さんの持ち金を変えてしまうカードです。理解分からへんね、ほんまに。え、今何もあったっけ。12億12億 ?12 億あった。ほんま？マジ絶対で絶対で。じゃあエンマ社長とお金を変えます。うわ、ほんまや、12億や、やったー。欲しいんかったらよかった。やったー、やったね、ありがとうユミン。エンマエンマ急にお金持ちになった気分。特急行きます。3個振って、ドロロン、3個振ってトロン、5個下がる。9マスかい、もうあと3マス。あと3マスで継ぐん、うん、やばいな。いや、しゃー、ロンが本気出した。いや、起き上がっただけだ。今余裕やのに、うん、あー、もうねえ、34マスよね、負けたくない。何が、ママに負けたくない。うわー、急行でカード使ったの5マスしか出んかったやん。無駄やな、使ったのが無駄やったな。うせえ、ムカつく。560万プラス、やばない、12億あんねんけど。お願いお願い、3、3、2回。おでんって性格出るよね、性格出るよね、ねえ。ボンビー、カタカタ、ボンビー何しとん、実況してよ。なんか売ってくれた物件を、うん、売ってくれた。売ってくれた。昔のボードゲームを思い出すやってさ、うだもうですって、もう性格出るよね、本当に出る。面白かったらいいねんけどな、それがガチになっちゃうからもう。あ、これ飛べんねんや。うん、え、めっちゃいいやつ持ってるやん、ママ。新潟まで17マス飛ぼうかな。え、来なくていいよ。無駄やで、ママ。一回スタート。無駄やで。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。特急あるやんで、そっちスタートがいいかもしれん。ないもん。ないんか。ちょっと待って、29マスやで。いや、あ、ちょっと急、と。もういいやん、使っちゃうやん、そうやったら。ゆうちゃん、負けたくないもん。新潟まで17マス飛びます、飛びます、飛びます、飛びます。リララ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 ラ、イエーイ、まとめ買いしちゃうぞ、しちゃって、イエーイ、独占しました。え、今一番遠いのママ、あんただよ、あんただよ。私めっちゃ近いよ、ほなんぼ一番近いから。どこ、あと1マスやから。え、マジで、うん、1位は、最初の年の1位はエンマです。私3位、イエーイ、ママ2位、しかも0円しかない、私0円しかないね。収益が0円しかない。あ、待って、ママが1位です、イエーイ。ソウシさんは1位です。私3位です。3位です。0円しかないって、あの1円しかないって言ったら分かるけどさ、うん、0円しかないって、あ、待って、0円お金がないってことやからな。それはそう。まだ1円でもう3マスいらんって、あと1円でもあるんやったら1円じゃないよけど。お払いカードを手に入れました。ボンビー、ボンビー、ボンビーがなんか話してます。まだ大丈夫。え、ゼロ円あるのね。え、なんてゼロ円あるのね。ボンビー、惜しいよ、惜しいや。じゃあママについてね、まだで、ママ11マスやから、あと一生ぐるぐる回っとけ。この女ほんまあれやな、この口の利き方を何教育せなあかんな。はい、私あと何マスですか。7月に入りました。17マスやってさ、うん、音が近いんじゃない、近くないか。ゆうちゃん弱くって、最寄り駅のカードを手に入れました。あ、エンマがぶっ飛んだよ。
あと9マス。あ、5マス。あと9マスのところ、あと5マス出ました。まとめ買いします。もうこれママが勝ったのと一緒やで、ゆうちゃん。まあ何でも少年の。あ、1か2しか出なくなっちゃった。ボンビーのあれで。で、これも進んでいったら、あの、あれやん。うまいな、つくな。うん。なんで1しか出えへんねん。感染したんじゃん。なぜ1しか出ない。来るか、来るか。エンマはどうでもいい。はよ。さ、口悪い口悪い言うとき、口悪ないで。関西人の喋り方やねんな。そうやで。お、みんなもなるでしょ。でもアイドルがそんな言葉遣いダメ。ダメよ。ダメダメ。自分に言い聞かせてる。ごめんね。ボンビーのアイドル様子がなんかおかしい。でろ。何だっけあの子。3,2,1 あ、出ろそれ。ピーン、やったベイビーやん。よっしゃありがとう。ベイビー出んねん。ありがとう。ミニボンビーやん。ベイビー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 。歌わないでね。あ、間違えた。歌わないでね、ママ。ごめんごめん。何黙っとん、何黙っとん、ゆいちゃん、うん、何黙っとん、集中してね、今実況しろよ。今駅で買ってます。何をよ。え、あのおにぎり。違う、ソースカツ丼。次、エンマの番です。エンマもう作んちゃうか、これもう。ママ近くなったで、ボンビーと。え、ゆうちゃん、うん、あと4マス、このまま。お、いや、あかん、行かれへん。なんで？だって横行ったらさ、うん、赤マスやん、なんぼ取られるん。大きいな。しかもベイビーやから大丈夫、上に行く方がいいわ。ベイビーなんて何百万取られるだけやん。でもよ、でもね、赤マス取られたら何千万取られねんで。下手したら何億取られねんで。ママそこまでバカじゃないもん。6出ろー。間違えた。6出ろ。あ、間違えた。何？え、キングは3年経たないと出ないんやって。着きましたー、ありがとうございます。そうなん、ズルしてない、してないわ。どうやってズルすんねん。実況せえへんけど、ズルしてない。待って、ありがとうございます。着きました。あ、職員さんや、こんばんは、よろしくね。箸って書いてる。ジェイソン。え、キングって何、キングって何。キングボンビーやん。めっちゃいいやつ。なんでやねん、悪いやつや。あ、悪いやつか。めっちゃええやつ。いや、根はええやつかもしれんけど。エンマ社長に貧乏神がつきましたけど、ママ近いからね、やられんで。私も近いわ。1、2しかないねん。次の目的地は近くにして。京都です。京都でございます。ママの再開カード使おう。絶好調もらおうかな。あんの？大会ガードもあるん。あるんや。お風呂？あるん。うん。ありがとう、お兄ちゃん優しい。いつもお風呂作ってくれんねん、お兄ちゃん。なん？エンマが行きました。え、京都。あ、でも理由ってそんな感じか。ちょっと実況しろよ。え、私あれ買ってる。え？今エンマがやってる。あら、ジェイソン、かわいいって言ってくれた。お最下位はビリの人だけが使える。ママビリじゃないやん。まあ、ビリじゃないやん。まあ確かにカードはナット作った方がいいな、ほんまに。え、ママがついてる。え、それだからつけられたんや、エンマに。ゆうちゃん、カモン。あかん、あかん。
もうマイナスばっかりやん。3380万。あーやばい、ゆうちゃん。お風呂作るの沸かすじゃなくて、え、沸かすじゃなくて作るんや。あー、そうとも言う。どうそうと言う、そうとも言う。ババン、収入カード、収入カード。で同時に芸人さん、芸人のボンさんの実家のお店があるよ、やって。ゆうみちゃん4000人見てくれてるから実況してやって。うん、うん。宇都宮駅に泊まりました。そこで駅弁買おうと思います。餃子買うと思います。え、そうなの、うん、餃子屋買おう。お金ないもんな、あれへんもんな。6億円あるから。何？ 6 億円いじってんな。ママ、このさ 50% と 5% はどう違うの？ 50% は例えば1000万、1000万の 50% やったら、うん、毎月500万もらえんねん。 5% はあんまり。 5% は5万しかもらえへんってことやん。でもそれでどっちの方が50倍と5倍って考えたらどっちの方が多い？なるほどね。どっち？ 50。 そうなん？ファイナルアンサー？そうなん？ファイナルアンサー？え、そうじゃないの？ 50% って 5% やろ？ファイナルアンサー？早く、うん、3、2、はい、イエス、いいよ。ほんまやな？え、じゃないの？あれやで、負けた。スケイさんマジでやってんの？あれしてよ。いい？ファイナルアンサー？いや、50% と 5%？ うん。ファイナルアンサー？どういうこと？ 3、どっち？50% やろ、うん、50% じゃないの。それいいやな、うん、いいやな、うん、さあ違うの、違うの、計算ができへん、ほんまに。どっち今やったら返してあるわ。え、 5% って言って次元とか言うやろ。50% や。まあお金あるから買っとこう。ひどくない？ちょっと。じゃあこのお金の値段を何を表してんだろうと思って、パーセントは。だから自分が言うたら売り上げやん、うん、1000万の物件を買えて 50% って言うと1000万の 50% が自分に入ってきますよってことやん。で 50% と 5% やったらどっちが入ってくる方が多い？どっち？ 50% ファイナルアンサー。もうえって、もうえって。 43% かよ。しかもボンビついて40、しかもボンビついとうし、しかも2月しか出えへんし。こっちにあるよ。まあ、うわ、ボンビもうちょっとや。うわ、最悪や。ママさんの説明わかりやすいやつさ。やろ？うん。ピンポン。何オーディエンスって。ねえ、坊主丸。あら、エンマの絶好調のあれがなくなった。ティンティン、これ。うわー、ママ、あんためっちゃ食べてるやん、リン。私があげるからか。京都まであと41分でございます。うん、もうあげません、あなたに。やばい、ゆうちゃんどこおるん？ん、ゆうちゃんどこおるん？めっちゃ先におる。ムカつく、その言い方。めっちゃムカつくな、その言い方。めっちゃ先におる。うわ、どこ行ってもあれやん、これダメです。もうヘリポートに着きました。やっほー、こっから飛ぶぞ、行くぞ。違うとこに飛んだら京都まで27マスのとこに、27マスの日南に飛びます、飛びます。イエーイ、イエーイ、わかった、はい、イエーイ。あ、遠すぎない？ちょっと遠すぎない？あ、待って、ボンビじゃうわ、プリン、うんちした。あら、ベイビーちゃんが1月になりました。あと9マス。これなんやろ、どこに実況しろよ。待って待って待って。何？うん。
見んといて。いやいや実況しろよ。見るやない。実況しろよ。あと9マスで。8マス進みます。進みます。お、クバもらったで。マジで？うん。お、待って。あ、この人の名前見たことある。特急カードを手に入れました。どれ？よく。寺沢。寺沢。振り金お願いします。うちのバカチンのユーミンのために。お願いします。五道さんやでこれ名前が。そうなん。うん、寺沢五道さん、熊さんありがとうございます。嬉しい。五道さんっていうの？本当に。そうそうそう。絶対嘘やな。五道さんです。絶対嘘で。五道さんやって。そうなん。うん。なえそうなん、うん、広道ですってママ五道さんって言っちゃったよ。分かったか。寺さん、広道さんありがとうございます。クマ貧乏神がそうやって言えって言われたからママも読めへんや。広道この前も教えてくれたけどほんまに漢字忘れすごいからさ。うえママどうすんのこれ。えあうん、まあ、教えボンビボンビボンビ、うん、あ読めるやん普通に。え読めるやんひろみちさんって。読めへんかったくせに。ゆうちゃんが直してくれると思ったから。うん、私が直せると思った。もうな3個3個まあ3個。何をしてんねん今。何してんねん。もう何してんねん。もうじゃあでも赤いところについちゃう。赤マスについちゃうって言って。うんうん、駅ラーメン買ってます。みたらし団子。はいはい。ちょっとどうなっとんよ。全然進んでない。そうやろうな、うん、一歩進んで二歩下がるやもんな。マジで下がったもん。マジで、うん、おめでとう。ありがとう。ママあと28マスねんけど急行カードめっちゃ買ったから今から急行カード使います。キュルル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 ルてん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 。プラス駅に止まりました。ゆうちゃん、いそちゃんに会いたいですかってさ。いそちゃん今東京にいるよね。いるよね。あ、いた。知らんし多分いるね。そうなん。うん、なんでしたいいね、会えたらいいね。みんな東京行くねんな。そうやねん、みんな東京行く。なんやねん、ほんまにみんな東京行くねんから。お前も行けよ。何行くよ。何それ。あのラメ、あのラメじゃなくてあの見てけ、あの、あれ出したるわ、チケット代出したるわ、うん、あの夜行バスの夜行バスかい。うわ、見られへんかったし。ちょっと待ってな。もう、え、危ねえ、つこうとしてたで、この人めっちゃカード持ってるやん、この人。この人って。ふーん。お、あと19マス、今回も急行カード。あ、そうやね、さらちゃんと一緒に東京で YouTube してるね、見てますよ。あ1,2,3,4 イエーイ。え、武井空ちゃんも期間限定で東京にいるよ。期間限定な、何それ。ずっと住むんじゃなくて期間限定なんや。どういうこと。どういうこと。すごいね、期間限定。ずっと住むと思ってた。はい。え、着いたってこと。誰が？まだか。まだよ。りんちゃん、ここでご飯待っとうな。そやねん。あ、エンマが1位でございます。続いて、エンマが1位でございます。何それ？さっきのランキング。いいだよ。何？急に1位でございます。1位でございます。何やねんって思うやん。石やな、28件物件買ってんの。
ママと、うん、でエンマが18期、ゆうちゃんは18、ゆうちゃんと一緒やん。え、ママは1位じゃないじゃない。これ、分からんねんな。あ、フォローが1万人いかなかったらやめるって言ってたから、その時には変えるみたい。あ、そうなんや。でももうちょっとでいくんちゃう、1万人確か。いきますよね、今8000何もやったはず。厳しいね YouTube って。なあ、意外に面白くないとね。ゆうちゃん面白いから大丈夫やろ。ゆうちゃんみんな全然フォローしてくれへんよ。ダンサブルしてよ、してない方絶対にしてくださいよ。してないよっていう方いますか、逆に。言えるわけないじゃん。あ、今9000人か。あ、でももうちょっとやん。言えるわけないやん。うん、してませんなんて絶対おるから、絶対出てくるんで。え、マジで絶対出てくると思う。あ、ルリちゃんゲーム配信やってんのらしい。へー、ありがとうございます。着きました。ママ一回も着いたことなくない着きました。なあ、着きました。これで3回目。これ2回目、まあまあ、着いた回数よりあれやもんな。物件中身だもんな。何の中身。中身がいい女じゃないとダメってことや。関係ないよそれ関係ないよ。ママさん、貧乏神着きました。着きまして、わかったかり、貧乏神だよ。だらん、山口県でございます。早言うてよ、ママ近かったのに。で、知らんよ、知らんよ、うん、買っちゃいましょう、うん、これは。ほら、ママ頑張りやって、頑張る、うん、頑張るね。なんでみんなママ応援してんの。え、いわい、ね、だけ老人はいたわりましょうってことや。わぁ、ああ近かったのにな。なんで関西まで戻ってきたんやろ。ああ出てこえへんか、フォローしてませんっていう人。言えるわけないじゃん。特急なの。うわ、特急カード使ったの6マスしか出んかった。もったいな。もったいねえ。もうなんなの。もったいねえ、もったいねえ。桃で、桃鉄のルールわからん。なかったので勉強してきましたよってさ、かわいい、かわいい。私より知ってるんじゃん、もう。なのにゆいちゃんが全然実況せえへんから。ごめんね。ほんま、謝っても許したらへん。山口まで28マスでございます。ってことは、私は、あ、ないやん、急行カード。これで行くしかないか。4マス出ました。吹田駅に止まりました。はい、これあれやな、水エンマ、うん、あ、初見さんいらっしゃい、ありがとうございます。なんか、なんか商品かけてほしいわ。急行カード、ロンビーが買ってくれた急行カードを使います。 6×3 はゆうちゃん、ドルルドルル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 ほんま13でも何でもないねんけどな。マジでほんま18年。次食べたい、次。はい、え、違うの、 6×3 って12じゃないの。18でございます。でもゆうちゃん12言うたから13しか出んかったやんけ。惜しい。あ、見て神様出てきた、かわいい、仙人が出てきた、かわいいね。お小遣いくれた3億円もありがとう、おじいちゃん。さっき痛い、あんた食べ方。いいね、もう計算できなくてもいいね。うるさいな、みんな。うーわ、目の前にボンビーおる。マジで、こいこい、こいこい、行く。実況しろよ。今、赤し、赤し、ん？
赤下たこ焼き大橋目の前にモンビおったけど、ママがどうせ行くやかな。痛い、お尻、もうこの体勢痛すぎる。なんかクッション引いたらこっち、あ、痛、無理や、痛い。運命の女神は降りてきました。チレレ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 、食べたい、ま、信じられるものは救われる。なぎ、なぎ、新幹線カードいただきました。サミットカードいただきました。エンジェルカードいただきました。やったねー。食べたいな、ごめんな、はい。え、なんか止まった。新幹線カード。え、これ使ってもさ、あ、え？あ、一人しか出えへん。え、なんで？あれが。あれがあれしとうから何あれはあれって、呪いにかかっとうから。はいなあ、待て、うん、4番4出まして、お願いします。今何月、次出てくるんちゃう。よしたエンジェルカードからないよ、待って、私何も置いてない、噛んできた。いやー、チキちゃん、あれ今何月？ 8 月です。8月です。ねえ、急行カード欲しいな。もう1マスしか出えへんかった。あれがあれしたから。え、福袋、なんかおじいちゃん出てきたで。このおじいちゃんあんま良くないやん。それ私のおじいちゃんやねん。じゃあ、どこに出てきてんの？返して、おじいちゃんからもらったやつ返して。なんで？え、預けられた？全部カードくれてんで、それ。あ、そうなん？ありがとう、あざす。そういうのはうちのじいちゃんな、文句やっといてくれへん。あんまいい時ないくない？わ、ついたこいつ、エンマが。もうえって、エンマ誰やねん、エンマ選んだやつ。ほんま、その人そいつダメよ、ほんまに。ほんまや、誰やねん。あ、一回もついてないねんけど弱いな、今日弱いな。うわ、今回の社長、ボンビ社長はユミさんでーす。いいよ、すぐつくから。いいよ、別に今ついても。日本橋。お、日本橋は何番行こうや。東京なんですけど。あれ、そっちのね。東京の日本橋でございます。東京かい。とか言って、ゆうちゃんに嘘を教えて。出てくるやん。実は大阪みたいな。あ。わー、エンマ望みカード使っ、あの、もらってる、あの、仙人から、おじいちゃんから。おもろいなんて来てる、コメント面白い。わー、48マスでございます。あ、これ見て、サミットカード。あ、日本橋と日本橋違うの？日本橋はどっち？東京？日本橋が何番？ナンバー48。あら、主権さんいらっしゃい、こんばんは。はい、長いことやってますわ。いいとこでサミット使ったのか。んサミット、あ、やばい。お、39。東京は日本橋やくぜ。あ、そうなんや。8000人近くが見てくれてる。境半分しかおらんし。よし、私はこれで頑張ります。何を？カードをもらうために青マスと赤マスを全部黄色にした。あ、そうなの。うん、どうせうんちカードばっかりやろ。うんちカードばっかりもらったらいいのに。うるさい。うるさい。今たこ焼き買ってます。たこ焼き？写真撮ってる、ボンビー。はい、だ、これサミット使ったろうかな。あ、でもママボンビーついてないのにサミットな、あ、もったいないもんな。うん、顔シュッとなった。
え顔シュッてなったママ私なにちょ待って10月になりました。休校カードをいただきました。え、わからん、待って、これなんていうの、なんとか坂峠は彼女に聞いてね。これ何、これちょっとわからん、もう画面見せたらあかんやろ。じゃあ私産んでいきます。あ、かんボンビーのクイズ、うん、ママに聞いてよ、うん、ママに聞いてよ。じゃママ違うと教えるもん。なそんなことないよ、ママそんな意地悪ちゃうし。意地悪やんな。意地悪じゃありません、いい人にはいい人です。先なあれ消えたかな、ボンビーの、ボンビーのあれ消えたかな。ミニ、ミミじゃなくて1、2しか出えへんやつ。私まだ1、2やで。そうなの、多分。お岡山に着きました。エンジェルから2億2000万もらいました、ありがとう。もうわかった、超絶かわいいユーミン、え、自分で言う。休校カードにこれ見て。やだえ、やっぱ1、2しか出えへんからこれ意味ないわ、サイコロ振っても。うん、今回私勝つな、これ。そんなことないからな、待って。わかるか、そんなボンビのクイズなんて。クイズ出してよ、出してよ、教えてよ。みんな飽きたもん。ゆいちゃん実況せえへんからやん。日本橋まであと44分です。最初だけやな、マジ実況してんの。真剣になっちゃうからな。え、真剣になっちゃうからな。休校カード使いました。お、治ってるやん。何が勝ちます、出た、治ってるやん、ボンビーの。リンかわいい、ずっとこっち見てるやん。どうしちゃうの、何もくれへんからやん。あ、ボンビーから2億またくれました、ボンビーめっちゃええ、ボンビーじゃないわ、エンジェルめっちゃええしてやん。12月になりました。じゃあ今からちゃんとしますね。12月です。ラーメン日本一に輝いた大阪の帰ってきた宮田メンジ、テレビや雑誌にも取り上げられて大人気です。ゆうみ伝説、ゆうみ伝説、次行ってやもうほらどうでもええわそこはいいやん。もうだって1か2しか出えへんもん、今私難波にいるんですよ。あ、いいやん、自分の地元やん。地元ちゃうしいいやん、自分の拠点地やん。カードリリン、あ、特急カードをいただきました、ありがとうございます。そこにおっとき公園出れなくなるよここにおっとき、どういうこと、んどういうこと、難波から離れたら公園出れなくなるから東京来なくていいよ3年目の12月、あ、これで終わりらしい。マジで、じゃあ勝ちました、新幹線カードを使います。今回私が勝ちました、はい。ママだと思う人投票して、いいよ投票してな、1ママ、うん、2私、3エンマ、もう3ロンがいいや。ああ、エンマエンマエンマ通り寄った、1がママ2が私。そしたら、うん、まだ投票してない。これ結果分かってるよね、みんな。へへー、あ、エンジェルが変な動きをしてます。ジュルー変身、ミカエルとなりました。何それ、13億もらいました。何だけ
私ですね。え、なに、ゆうちゃんって、うん、いちママやもん。あの、え、にいがママやろ。私いちや。マジで言ってんの。え、じゃないの、とやろ。間違ってに投げてもうた。ちばく。ちばく。ちじゃない、ちちやね。ぶつかるまでまっすぐに進めるカードで海でも OK です。どういうこと、なんて、ちょっとつまおしんカード、んちょっとつまおしんカード、曲がられへんってこと、もう、もうし、うん、行き止まりになるまでまっすぐ行くってこと。あかんやん、はい、え、待って、うわ、アホや、何、特急カード捨ててもらった、アホやー、テレレイン、え、どういうこと、なんで捨てんの、意味がわからんやん、読めたの、ゆうちゃんやって、もういいわ、はぁ、テンション下げ下げ、この顔この顔、ここどこ、ここは函館は、え、待って、三大やけど、あ、長崎、神戸、そして函館は、函館はどこでしょう、どこにありますか、ええよ、ファンの人に聞いて、どこどこ、これ函館なの、この漢字、漢字、この函館っていうの、函館っていうの、聞いたことあんねん、北海道、違う、え、それで言った、言ったやん、ピンポーン、ほら、みんな、みんなのコメント見る前に答えちゃった、ごめんね、ありがとう、教えてくれて。あ、神戸三大夜景に入っとんや、すげえ、そうなんや、嬉しいな、な、はい、ママちゃん、13億あるから余裕やな、ほら、18やろ、違うよ、ミカエルがくれんねん、ミカエルがくれんねん、あ、そういうことね、うわ、めっちゃいいやん、貢いでくれんねん、ミカエルが、めっちゃいいやん、ミカエルがさ、貢いでくれるんだよね、はい、なくなればいいのにミカエルが、ほら、3元、3億円買ってもあと10億残ってんだよね、その上ほら、また13億くれるんだよね、あいつが貢いでくれるんだよね、28億になったわ、分かった、もう潰したろ、潰してやる。潰せるか、特急カード捨てたやつが。ふと客見返る。もう貧乏、ここで動くなよ。どこ、どういうこと、貧乏じゃない、ボンビ。貧乏、ミニ、ミニ、お、エンマじゃなくて、キング、キング出た、キングが出ました、ゆうちゃん、うん、あ、ムカつく、なんなん、カード使おうとしてるとき、なんでこれ使うん、意味わからへん、めっちゃ切れてる、めっちゃムカつくわ、めっちゃ切れてる、もうゆうちゃんな、マネージャーからモーデン禁止って言われんで、うん、あなたもうモーデン禁止ねって言われるね、そんなこと言われても使うしやるし、アイドルじゃなくなるからやめてくださいって怒られる、もうあのミカエルがめっちゃ貢いでくれるから、あのちょっと物件買いまくろうかな、まとめ買い、まとめ買い、え、ちょっと待って、負けちゃう、私めっちゃいい調子やったのに、うん、ミカエルがまた13億円くれちゃったよ、うう、はい、あ、もう最後の月じゃん、これムカつく、下地く実況しないのにキレてるかわからん、こら、まあ、ね、まあ、おこおこ、もういいってキング、キング、その彼氏みたいな、もういいってキング、もうキング、いいよいいよ、もう負けてやるの、はいはいはい、負けてやりますよ、で最後好きなやろ、もう、はい、もう、はい、はい、負けます、はい、負けます、あ、
ゆうちゃん、本当に新幹線カード手に入れました。いいカード見返るからまた13億円もらいました。ちっちゃらちっちゃ。それではこれから優勝者の発表です。ゆっくり発表してもよろしいでしょうか。はい、もう早いいと思う。早発表ありがとうございます。早発表して。ママは何色？ゆうちゃん何色？ゆうちゃん何色？何？ゆうちゃん何色よ？何色だったっけ？ゆうちゃん何色？青？何色だったっけ？で、青や。ゆうちゃんが青、エンマがピンク、ママが黄色。めっちゃ色やな。チク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 ト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 絶対ゆうちゃんやって。フグが来た。ドゥスン、ドゥスン。あ、ゆうちゃんそっくり。来たね。来た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 、なんか走ってきた。え、私が青やんな。うん。ほら、エンマほら。エンマ飛ばされた最初に。ほんまや。ママと勝負になりました。まあ、ママやろ。私やろ。ママでー。何してくれんのマジで。言ったで。お散歩行ってや。何言ってんのママやちゃん。ショーまで出てたよ。ほら、何だっけこれ、生ハゲ？生ハゲ。生ハゲ出てきたで。ほらほら。わあ、生ハゲにやられてやんの。なんなん生ハゲ。これエンマのせいやから全部。ありがとう。買っちゃった。3回もゴールしたのに結局金か。ママ1回もゴールしないけど結局金や。いやーママ社長でちゃらちゃけー68億ピピ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 1回ゴールしてんのに。やっぱまだ強いな。本気出さなくてもカード駅13。本気出さなくてもこれやからな。もう一回やろう。ゆうちゃん弱いもん。しかも保存していいのこれ。保存しなくていいやろ。うん、実況してくれへんやん。で次何よ。次何？ちょっと待って。次何よ。もうこれ画面見せられへんのがあれやな。そうやね。聞いてよマネージャーさんに。みんな飽きた。みんな飽きた？もう一回でいいやろ。みんな飽きたならもうやめるわ。弱いから。まあ強くなって出直しておいで。めっちゃ落ち込んでるやん。年数延長ってできないのかな。終わる前にやったらできるけど、まあ結果一緒だよね。ね。途中テンションバリ下がっとくやん、ゆうちゃん。なんか始まってた。何？99でやろうってどういうこと。99でめっちゃめっちゃすごい。何十年何十時間かかるねん。ねえすごい。飽きるし。あ、飽きてないけど実況してくれないから。ほんまな、実況してくれへんかわからへん。画面がなあったらな、そこまで実況せんでもいいのに。ゆいちゃんが途中で飽きてたよ。飽きてないし。飽きとったやん。飽きてないから。飽きてないしよ。飽きてません。飽きてないし。飽きてないし。もういいわ。あとでシオン呼ぼう。普通にプライベートやるわ。あー、5000人の方を見てくださってる、ありがとうございます。インスタライブやったら画面見せられるけどね。そうなん。うん、インスタライブやればよかったよ。あ、そうや、ほんまや、インスタでシオンとコラボしてやろうかな。うん、いいじゃん。ママもおってや、その時。なんでママもおらなかんで。じゃあママも対戦するで。うん、いやー、いいよ。勝ったら何食おうかな。出た出た、シオンにも求めといてな。当たり前やん。まあまあ落ち着いていこうな。おめえや。まあ、ちょっととりあえずちょっとあの配信切りますね。皆さんありがとうございました。今日お話し会もね、参加してくださった皆様ありがとうございました。また、やるとしたらインスタかな。
その時はちゃんと私の通知を取ってください。よろしくお願いします。ってことで、ギフトをくださった方のお名前をお呼びしたいと思います。なにわの女うきょうさん、森田たけしさん、ナンバ18さん、めぐさん、しげやん、寺沢ひろみきさん、あぶりカルビ DD さん、 DD 小山さん、たかさん、うちなんちゅうさん、みーちゃん、おやじ4646さんです。ありがとうございます。あ、そうや、誰やったっけな、あれ、くましょん、あ、寺沢さん、くまさん、ありがとうございます。ひろみきさんランキングの方を読ませていただきます。13位デュベルさん、12位みものさん、11位ゆうさん、ズッキーナ、エイトモ03組さんありがとうございます。10位タカさん、9位 DD 小山さん、8位あれゆうりちゃん、7位なにわの女おきょうさん、6位チャミさん、5位しげやん、4位ソフトグリーンさん、3位みーちゃん、2位うちなんちゅう、1位はナンバ18さんでした。ありがとうございます。長々と配信ありがとうございました。本当に、じゃあまたね、ありがとう、またね、バイバイね、ありがとうね、 Thank you thank you。